1週間のご無沙汰でした。レポ TV 北オトロアワーのお時間です。今日は場所が逆ですね。事情があってね。事情がありまして、はい、ある特殊な事情がありまして。そうですね。今日は録画です。今日はちびれっぽの発想だったので、夕方、本当の今の時間はまあ5時過ぎ、5時過ぎですね、5時過ぎぐらいで、はい、今日順調に、すごい早かったね、大人数だったし、はい、なんかシステマチックに、しかもあれでしょ、今日かなり人数いたけど、うん、風邪をひいて来れないですよっていう人もいたぐらいだから、いた本当ならもっとすごかったかもしれない。もうそうですね、はい、いらないよぐらいいやそんな言い方もないですよね。ないけど無理しないでっていう、はい、無理しないで、体調悪い方は本当もう、はい、無理しないでみんなに移さないでほしいという気持ちでいっぱいでした。あ、そうです。トロさんが、うん、このヘアスタイルになってから2回目の放送を見たんですが、大反響ですね、この髪型。そうですね、はい、おかげさまで、はい、おかげさまで、おかげさまで僕もだんだん慣れてきて人の反応に慣れてくるんですか。自分の目、もう目も目も慣れてきて、家族も何も言わないし、あ、慣れていく人ってそうじゃないですか。そうです、そういうことですね。初めて会う人がまあなんか一言ちょっと言わなきゃ、はい、でも何度かそういうこうリアクションにさらされていると、うん、だいぶ経ってから言う人はまだ言ってんのかぐらいな、向こうは初対面だから、そうそうそう、初対面とか初めてだから、そうなんだよ、全然何とも思わない感じで、ね、だからまた説明するのめんどくせえな。僕の場合、えのきどいちろうですか、みたいなと同じですよ。そうです、もう100遍言われてますから、まだ言ってんのか、お前は。今日もね、言われたりしたけども、リアクションしないから。しないからね。そういうことですよね。まあ、いちいちさ、めんどくせえよ、みたいな感じで。ね、だんだんこう、高慢な感じになってくる。まあね。まあ、えのきどさん、でも今日は、もう、はい、ほら、すごい、今日はね。大事な用事がこれから控えてるんで、私ね今日これから西武ドーム球場に行きまして、まあファイターズの最終戦、ファイターズの最終戦なんですか。いや、パリーグ最終戦と言っていいですね。まあ今ご覧の時間にはもうその勝敗は出てると思いますけど、はい、西武にとっても今日はすごい大事な試合みたいじゃないですか。西武ライオンズが、埼玉西武ライオンズが勝って、うん、でオリックスが負けると、うん、3位に入着で、クライマックスシリーズに出る。あ、自力はもうないわけね。そうそうす、まあ、勝つのは最低限の、そうです、うん、まあだからかなり奇跡の出場っていう、完全にもうライオンズはもうすごい必死ですよね。同じダメでもさ、はい、今日勝って大丈夫かな、吉川、こっちはダルビッシュのローテーションだったんだけど、吉川っていう、まあ、割と若手ピッチャーがね、温情ですか、出てくる。いや、温情じゃなくて、ね、そうじゃなくて、いや、てか温情という意味ではダルビッシュが若手にチャンスをあげてくれ、うん、ダルビッシュはすごいね、あの最多勝はいらないみたいなことでしょ。そう最多勝狙いで、僕ちょっと、ね、最近野球詳しいからね、はい、僕ね、あとね、クライマックスシリーズっていうことについて最近すごく考えてるんですよ、ね、クライマックスシリーズっていうのは、ね、1位、2位、3位が出れる、はい、普通だったら優勝、例えば大さあ、あのソフトバンクホークス、うん、ホークスはもうだから2位のファイターズまで17ゲームぐらい離してダントツで1位でも、あのそういうの争わなきゃならない。クライマックスシリーズでどうなるかわからない。僕はそれがね、まあ、本当に疑問です。でホークスは、うん、あのこれまであのクライマックスシリーズすごく弱いんですよ、うん、まあ、秋は松中っていうのが秋の季語になってるぐらいなんですよ。秋は松中、ようよう涼しくなりてとかみたいな、よくわからないです。松中が打つわけです。松中が、あの秋になると打てなくなるわけです。あ、打てないんですか。短期決戦に松中選手がすごく力んじゃって、秋はファイ、あの野球ファンの間は秋は松中っていうのが、まあ、季語になってるわけですけど、なるほどクライマックスシリーズっていうことはね、はい、あのだから僕考えたのは、例えば牛丼屋さんですよ、今は多分首位松屋だと思うんですよ。あ、そうなんだ。はい。うん、2位が吉野家。2位がすき家。すき家ですね。うん、吉野家は最下位です。本当？はい。あ、吉野家は多分最下位です。でも最近すき家はちょっと強盗にあって、強盗に遭うんですよ。強盗に遭うんですよ。夜中怖くて夜中の人員を増やすって発表したんですけど、ええ、つまりあのなんかものすごくそのいわゆる
牛丼屋強盗というものがすごく増えていて、その人件費アップなんだ。かなりの割合がすき家だと、うん、そうです。すき家はあとあのなんか割と郊外やなんかに、はい、割と寂しい通りにあるあたり、うちの近所にもあるんですよ、すると言われている、だそういういろんな条件が、あとレジからその レジと入り口が近いとかね、いくつかちょっと狙われやすい悪い条件があるというふうに専門家筋で言われてるんですけど、はい、そのまあだけどそういろいろあって、まあ割と今松屋がかなり圧倒的に勝ってるんですけど、うん、クライマックスシリーズがあればね、わからないじゃないですか。吉野家にもチャンスが、吉野家にもチャンスが生まれますからほらやっぱり自力はね、やっぱり持ってますからね、伝統と伝統、そうそう、伝統、ね、だから、いろんなこと、お前んとこのリーグの順位は今どうなってるんだ、うんっていうね、この間僕はあのビームスのデザイナーの友達と、うん、あのまあ、洋服屋さんですね、洋服屋さん、ええええ、で飯食ったりしたんですけど、うんうん、ビームスお前んとこのリーグは今順位どうなってんだって聞いたわけですよ、うんうん、あのお前んとこのライバルチームはどこなんだ、まあ、ユナイテッドアローズですねっていうわけですよね、あ、まあ、それはそうですよね、はいはい、あ、なるほど、それで順位はどうなってるクライマックスシリーズはの今一応僕たちの中では、はい、まあ、ビームスはあの3ゲームぐらい離して、ユナイテッドアローズにかなり3ゲームぐらい離して、ビームスは1位、自分首位です。あ、首位なんですか、はい、じゃないかって、うん、まあ一応彼の手前もあり言ったんですけど、あ、エノケザさんが言ったの、ね、言ったんですね、でもクライマックスシリーズがあると分からないですからね、短期決戦ですから、それは、ね、まあ、いろんなことにリーグがあるんですよ、実は。そうですよね、そうです、そうです。トロさんのところのリーグはどうなってますか。1位サミットですかね、今何ですか、サミット、スーパーマーケットリーグ、スーパーマーケット、はい、我が家の我が家スーパーマーケットリーグリーグ、リーグは2位は何、どこですか。2位はね、今ちょっと西荻の声優はこんな低たらくですから、はい、西荻の声優は今、なんていうか縮小系、なんかちょっとね、ちょっと改装中で改装工事して入れなくなったのかな、西荻は声優は今シーズンはもう最下位に低迷して、あ、今ね、意外にね、ドイトっていうのがね、ドイト、ドイトってちょっと違うんですけど、はい、外人選手集めてきてね、はい、今年のドイツはすごかったですよ。あ、そうですか。もうあの震災あったでしょ、はい、共に仙台の物資をドイツがね持ってこいっつって、すごかったんですよ、つまり東北地方にあるドイツの、はい、営業できないじゃない、はいはいはい、あ、それのそれを持ってきた、うん、それを持ってきて、みんな応援してくださいと、あ、みたいな感じで、その売り上げをだから向こうに返す、なんかとにかく俺たちもこう、おおってこんな新戦力がぐらいのことを仕掛けをやって、ドイツ結構行ったんですよ。ドイツね。でも首位はイオンでしょ。うん、あ、僕我が家的には違う。これはつまり世間全体のリーグじゃなくて、そうですそうです。あの中央線リーグです。中央線リーグってかオタクの、そうです北尾リーグ。オタクがよくあんたんちで利用するかしないかの話ですね。そうですそうです、世間的にはまあイオンなんですかね。イオンがね。ちぎってるんです。あの伊藤洋華堂とね。洋華堂もすごいですね。その洋華堂はあのなんかあのユニクロみたいなラインを作りましたからね。あれかなり充実させてますからね。名前忘れましたけど。あと食いもんがね。食いもん。オリジナルセブンイレブンと洋華堂のチームで、はい、あの株リーグ持ってますからね。ここは。株リーグ持ってますからね。そこで商品回して、はい、オリジナルのお菓子みたいなのも普通の仕入れて売るお菓子より多いぐらいじゃないですか。うん、セブンイレブンなんかも、はい、自社ブランドですか。はい、あの辺は他社ではない。ですから僕が言いたいのは、はい、今下位で低迷してる、まあ、国で言えばギリシャとか、いろんなチームが低迷してると思います、がクライマックスシリーズ目指して頑張れって言いたいわけですCS があるぞっていう、あるのかな、ポルトガルに、ポルトガルにね、ギリシャにあるのかな、ギリシャね、あると思います。分かりませんけどね、あれだけの歴史を持ってるとこですからね、まあ、ギリシャはあのまあリーグから脱退したいらしいんですけどね、あのユーロ、ユーロリーグ、俺たちユーロになってからろくなことないっていう、ユーロリーグはギリシャ国ドイツですかね、やっぱドイツフランス、まあそうなんですかね、うん、はい、アジアリーグだと中国ですかね、はい、あとまあリーグ加盟するかどうか、まあ TPP とかね、リーグ加盟するかしないのか問題も今まあ日本国内はかまびすしいんですけどね、はいはいはい、まあそんな小ネタをやりましてこれで私失礼しますわかりました、わかりました、わかりました、はい、私あのちょっと西武ドームの方、本当にね、試合開始まで本当のクライマックスシリーズの方に、あのそれを今日は本当に NK さん落ち着けなかったです、来た時からそわそわしちゃって、すいません、では行ってきてください、これから、この下関マグロさんがやってきます、
それでは皆さんまた来週。タオルが島の関前です。お、髪型変えたんですか。あれ、なんでまた髪型そんなになっちゃったんですか。日曜日に会ったやん、土曜か。一緒に芝居見に行ったじゃないですか。それなんでまた髪の毛ね。いや、それ先週たっぷり話してる、ね、全然見てないっていう。見てないね。すいません。あの、あとスポーツ狩りか坊主かなんかにしたこともあったよね、昔。あ、に近い感じにね、うんうん、たまにあるんですよ。あれ似合ってたのね。まあまあ髪の毛の話、ね、すいません、髪の毛の話はもうね、えのきどさんもいないことだし。そうですね、はい。マグロさんは今日もあの、はい、豊富な差し入れ物資を。そうなんですよ、はい、我がこのいつも 何かしら持ってくるんですけど、うん、今日はすごかったですね。いや、ね、いつも本当はなんか全員が食べてもちょっと1個ぐらい余るぐらいな感じに、うん、たい焼きとかね、たい焼きとかね、たこ焼きとか、はい、たい焼きとかありましたね、はい。なんかあった方が。今日は路線をちょっと変えてきましたね。いや、今日はっていうか、実は毎回違うんですよ。知ってますよ、コロッケの時もある。もう、ま、前回はこうコロッケ買ってきたから、今回はカレーパンにしようとか。いや、誰もそんなリクエストも何も。いやいやいや、だから自分の、別にそんな、あの自分で、自己満足でやってるんで、はい。何しようかなって。そうですね。今日はパンにしようと。はい。あの声優でいろんなパンを買ってきて、そうですね、発送作業をしてる、小腹空いてる人がいたら食べてもらいたいなということで、はい、買ってきました。後からおにぎりも買いに行ってましたね。それがだから、パンを10個買ってきたんですけど、中見たら11人いたんで、これはいかんなと思って、そしてあのなんかあのパンに対して、俺さっきパン食ったんだよなとかって言ってる人がいたんで、ああいうこと言っちゃ、ああいうこと言っちゃいけないね。じゃあまあおにぎりにしようかなと思って、おにぎりも買ってきたんですね、はい。他のもんにしろみたいな、ああいうこと言っちゃ。いやいや、まあまあでもちょうど人数がね、あの足らなかったんでちょっと買ってきました。はい、あ、そうなんですか。そういう気を使う人ですね、マグロさんは割と。昔からそうですよね。僕か昔から特に分かんないけど、あの食い物に関してはちょっと多めに買っちゃ う, ちょっとじゃないです。あ、まあ、最近はちょっとになりましたけど、昔はもうみんながもう本当に驚くほど買ってきて。買ってたよね。なんでだろう、ね。君の場合はあのほらこう足りないっていうのがものすごい嫌な人じゃん。足りなくなるっていうのをすごく恐れてない。いやだって中国人とかそうみたいですよ。いや中国人じゃない。相手の誰かのうちに行って、ここ日本だし。残すのが礼儀みたいな。もうお腹いっぱいで食べられませんってこうね。最後にご飯ちょっと残すんですよ。はい、その残さない限りあの榎木さんじゃあ行ってらっしゃい。榎木さんが今。じゃあ榎木さんお電話はしないですね。電話参加はまた。球場ですとかって大変なことになってますみたいなことはやらないですね。あ、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃいませって、なんか何や番頭さんみたいですね。じゃあまた来週。このタオル、いやいや、このタオルはファッションここの北音の事務所の女性事務員の方からね、あまりの汗のひどさにですね、これで汗拭いてくださいって、汚いタオルですけどっていうふうに配布してもらいました。そうですか。あまりに汗かきですね。汗かきです。昔から痩せてる時から汗かき。今日ははい、まあ、こうやってさっきからもう何人もあのもうねあのちょっと用事があるからとかって帰る人もいるんだけど、うん、また新たに来る人もいたりとかして、はい、新たに来た人にここにじゃあ次々とまたそんな感じでちょっとずつやってみましょうか。はい、はい、じゃあどうしようか。先に帰っちゃった人、誰が帰っちゃったかちょっと紹介して。今日一番最初になんか書いたのは霞隆一さんが。あ、霞隆一さん近所なんですけど、霞さんはですね、うんうん、これあの犬の散歩という、いつもそうですね、その日が落ちるまでに散歩したいっていう。そうです。だからレッド TV はもう ね出られないんですよ、うん、ね、うん、だ誰ももうそれ分かってるんで、うん、あのまあ近所なんですけど、はい、かすみさんがまず帰りまして、うん、次に帰ったのが、吉野さん、吉野あゆみさんが、はい、なぜか分からないけど帰りました ね吉野さん、はい、ね、吉野さん何してる人でしたっけ。吉野さんは午後に初参加してくれて、あのカラスの、カラス原稿を書いてくれた人なんですけど、はい、今日手伝いに来てくれたんですけど、それから後藤組さんも、今度文学フリマが12月の3日にあってレポも参加するんですけ ど、うんうん、どそれに彼女も、まあ、別の何かで参加されて、あのブースを出すということで、その作業をね、なんか追い込み作業を、うん、やらなくちゃいけないっていうので、変えられました。使えられました。あと森さん、ああ森くん、森くん、森博さん、森博さんも
森浦さんも、今日は珍しくちゃんと口はまあいつものように軽く動いてましたけど、遅く来て早く帰りましたね。いつもまあ大体その、はい、でもいつもはね遅く来てほとんど働かずに帰っていくんですけど、今日は割と働いてた。しかもレポも買って最新号ね、最新号購入されてね。そうですね、はい、そう、メル君も帰って、そしてそれだけじゃないの、帰った人で今エノキドさんが行ってっていう、エノキドさんが今帰られてと、じゃあ新しく来た人からここに座ってもらって、いや、まず遠い人から行きましょう。遠い人から福田さん行きましょう。告知もあるから、ね、あ、そうかそうか、うん、じゃあ福田さんどうぞ、こちらに入っていただいて、はい、どうぞ。福田さんでございます。はい、お邪魔いたします。福田のりかさん、はい、あれ何月に行ったんだっけ、8月だっけ、僕らが9月の最初の週でしたね。あ、そうかそうか、はい、台風が来てた。そうですよね、栃木のブックイベントやった時に、はい、僕と榎戸さんで行って喋った、その、なんていうか、スタッフというか実行委員の、はい、実行委員の福田さんなんですけど、今度また何か、はい、今度は、この間は栃木県栃木市だったんですけれども、今度は宇都宮市ですね、はい、でそこで、まあ、栃木県の県内の、うん、新聞社さん出版社さんが、出版文化展っていうのをやるのに合わせて、はい、オリオン通りっていう、あ、はい、歌にもなった宇都宮で一番にぎやかなとこね、はい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 、そこで一箱古本市がありますので、うん、いつですかね、11月5日、6日、あ、もうすぐじゃないですか、はい、です5日6日平日、いや土日、あ、土日ですね、はい、2日間やるんですか、はい、あ、参加者募集中なんだ。そうなんです。なるほど、参加者が今一つちょっとまだ集まってないということで、この時期は多いでしょう。そうなんですね、一箱的なもの、あちこちで、はい、イベントがあるということで、そうですよね、ちょっとこれは参加したくなった人は、はい、いわゆるこれ一箱古本市だから、どこからエントリーしてもいいんですよね、東京から行っても、はいはい、もちろんそれは構わないですよね、はい、どこからでも。でどういうキーワードで検索すれば大丈夫ですかね。オリオン一箱古本市、うん、オリオン一箱古本市 で、ね、多分検索すると、はい、何か福田さんのサイトかなんかに、はい、私のサイトもありますし、はい、このオリオン一箱のブログも、ええ、ありますし、その主催の下野新聞っていう、うん、はいはいはい、ローカルな新聞です、うん、の方にも、うん、はい、ありますね。そうですか、そうですか、はい、出展者さんのこう要項みたいのが、出店料が1日1500円、2日間ですと2000円とお得な感じになってますね、はい、そして、サイズが90から150センチですが、まあまあ標準的なね、アバウトな感じでね、大体で、20人ぐらい、20箱ぐらいは行きたいな、はい、ですよね。あっこは確かアーケードになってるんですよね。だから今度は雨でも大丈夫です。前回はね栃木の時は、僕らが行った時は上がってたけど、結構台風で時々ザーって来るような、そうでしたね、うん、まあ、そういうこともなくね、はい、安心してやれるということで台風でも大丈夫です。なるほど、まあ、台風は来ないと思いますが。で福田さんはこれの何をやっぱりその元締めをやる、いやいや、私は今回は参加する方で、あ、そうなんですか、はい、土曜日だけなんですけど、はい、はいはい、参加して。なるほどなるほど、はい、これはもうお客さんで、まあ、そうですね、なんかこう一箱古本市、今いろんなとこで、はい、やられるようになったブックイベントなんですけども、はい、初めて参加する人とか、まあ、慣れてる人はもちろん分かってるんですけども、初めて参加する人にこうどういう本だったらこう割とこう結果が売れるよとか、そういうのアドバイス的なことはないですかね。みんなそこを考えると思うんですよ。こうせっかくだからこうね、そうですね、身軽になって帰りたいじゃないですか、まあ、はい、はい、その場所とかにもよると思うんですけれども、うんうん、まあ、今回私も宇都宮は初めてなんですけど、あ、そうですね、じゃあマッサンちょっと変わってください、はい、はい、何でしょう、いえ、はい、一、はい、箱古本市、一箱この箱の中に今回、はい、宇都宮はなんか餃子祭りとかも同時開催らしいので、ご家族連れとかがきっと多いのかなという予想をして、まあ、これ餃子も箱に入ってるんですか。いやいや、もう場所は違いますよね、はいはいはい、魔法本ですね、はい、はい、今も
募集はしてらっしゃるっていうか。そうなんです、まだまだ大募集中で、はい、余裕があるということですね、はいはいはい、どうぞどんどん、はい、まあ、漫画とかでも大丈夫ですし、あのうちにちょっと不要な本があった場合は、そうですね、そこにこう箱入れて、はい、まあ、はい、でその、あのあれですか、補充とかは勝手にどんどんしちゃっていいんですか、自分で。こう宇都宮の場合は、うん、あのはい、あの一応スペースもそれなりにありますので、はい、はい、あの置いておける分は大丈夫だと思います。なるほど、分かりました、はい、でそれはどちらに連絡すればいいかはもうお話になって、ね、はい、そのオリオン一箱古本市で検索していただければ、していただければ、はい、ということですね、はい、これが11月の5日6日です。アーケードの下なので雨天決行ということなんですね。はい、はい、分かりました。お待ちしております。じゃあそんなことで、はい、次の方、はい、ありがとうございます。というのは言っていいんですか、次に、はい、はい、じゃあ次、はい、あの和田静香先生、あの先生の近況としてはね、あのご本ご著書ね、その話はもう、その話はもう散々なんですか。散々もう散々ここでもうレポ TV でまたやってもちょっとあのあれかで、読んでない人、読んでる人にとってはあれかもしれないけど、うん、読んでない人ぜひ読んでいただきたいという。ああそうですね、ぜひ読んでください、はい、コンビニ店員は見た、ね、レジの裏から日本が見える、パル出版、はい、1470円です、うん、でも吉岡さんもあっち向いちゃったし、うん、いやいやいや、なんか密談がまた向こうで次の段取りがあるのかどうか、なんかみんななんかじゃあこうつなぎですから、つなぎだもんね、ここつなぎで別にね、あのどうなんですか、何ってこと、売れてんのその本的には。全然わかんないですね。あ、うん、なんかほらあの映画化するとか、あ、ね、そんな想像をみんな語ってて、妄想だけは膨らんでるんですけど、和田さんの役は誰がやるんだっていう、そうそうそう、菅野美穂がいいんじゃないかとかって、ね、なんか言いながら、そうマダムの役は樋口かな子、樋口かな子かなみたいなそんな話がね、って言ってたんだけど、はい、そうなんですけど、全然もう全く無視されてますね。いや別にあの人たちはお客さんじゃないんで、この見てるあの、そう、あ、なるほどね、はい、いや今の室内の人たちからみんな誰もこちらを見てないという、そういう状況で、まあ、全員がそれはいいんですけども、全員が知らん顔してるってすごい状況だ、はい、うん、名刺交換とかしてますからね、名刺交換してるもんね、はい、寂しいですね、マグロさん、はい、それであのだからあの、うん、今買ってない人に何かこうアピールというか、う、ね、アピール、はい、あ、さっき何だっけ、えのきとさんがすごいいい子って言ってくれたのにまたすぐ忘れちゃってるんですけど、なんか自己救済、うん、自己救済の本だって、ね、あのコンビニにで働いて、そう、自己救済をしていくっていう、何だっけ、かもめ食堂みたいな話だってふうに、うん、ね、なんかものすごくストーリーがちゃんとしてるっていうふうにえのきとさんは言って、僕はでもどこを切り取っても逆に面白いと、途中から読んでもすごく面白い本だなっていう、ありがとうございます、僕はそのまあストーリーもいいんだけれども、うん、場面場面がすごく描けてて面白いなと思いました。 ありがとうございます、はいはい、でもあのコンビニはどこなのかっていうことは最後まで本を読んだ人にもわからない、そうです、絶対に内緒です、内緒、うん、このレポ TV を見てる人だけにちょっと教えるとか、それもないです、ないですね、はい、ヒントも今日は全くないですよね、青だとか赤だとか白い色かなとか黄色いコンビニかなとかそういうのもなしですね、そういうの言っちゃうとすぐバレちゃう、そう、バレちゃうんで、バレると大変なことになるんですか、うん、大変なことになるんで、賠償金とか取られちゃう、いや訴えられちゃう、まあそこまで、いやでもそれでもなしとは言えないですよね、なんかそれも楽しそうです、いやでもそうネタにする、いや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 絶対嫌です、絶対嫌です、絶対嫌ですね、で僕がその提案してるのは、うん、次にまたね、いろんなもっとこういろんなコンビニを渡り歩いてもうそれどう労働環境について、ね、流しこうブラックのコンビニはどこだとか、ね、そういうのピックアップしていくっていうのもいいかなという、全てのチェーン店をね、はい、巡って逆取材っていうか ね、その働く者の立場でいろんなコンビニを取材していくみたいな、でも私ですほらあのなん始めるとすごい真剣になってしまうん で、はい、またそこで1つ2年ぐらいずつかかるからもう膨大な時間、いいじゃないですか、人生が終わるっていう、ライフワークでいいんじゃないですかそれもなんだからっていう気がしますね、はいはい、でも経営者側の人たちって結構よくあのお店をやってて、あ、そうですね、こんなに悲惨なんだとかっていうのはなんか出してますね、出してたりとかしてね、うん、あれ意外とバイトの立場からってありそうでなかったかな、なんかそう、うん、前言われたんですけど、そういうのバイトの立場から書いた 本みたいなのはあるんだけど、本とかブログみたいな、そうみんな悪口ばっかりになっちゃうって言ってました。そうやっぱりそうなんです。だから新鮮だったんですよ。うん、和田さん別に和田さん用意して書いてるわけじゃないしそうそう、悪口もたくさんあるんで
ですけれども、だけには、まあ、立場的にはそのバイトの立場からなんで、 その弱い底辺というか、 その辺は面白かったです、うん。まあ、あの支払いの終わった北を取るにこうちょっと交換して、あ、私も、いやいや、あ、私はいるの、一人ずつ なんで今度はみんなが見てるよさっきまでみんな丸虫だったのさっき何してたんですか、ね、さっきみんなあっちで名刺交換して、うん、そういうねこっちに背向けて誰一人見てない、吉岡まで行っちゃいましたね、吉岡さん、おばはんなんか見たくねえわって感じで、ギャラヤが全く消えましたからね今復活、あれがないと、あれ取ってつけたかのようなガヤがないとね、なんかやってる感が全然出ないんですけど、ね、そう吉岡君って割とあのいつも音声だから近くにいて、そう知らん顔してね、僕らのアンテナみたいになってる男なんですけど、うん、まあ空席ですからね、うん、吉岡席遠く行って腕組みしてるよやつは、ね、もう知らん顔だからそうですか、そうです、いや映画とかになったら楽しいね、映画化ね、ぜひ、うん、テレビとか、テレビ、そういうちょっとコメディみたいなね、夜中のテレビ化が、でもあのまあそんなこんなで、はい、あのまあ一応その、和田さんのコンビニ生活も、そうなんです、終わりを迎えつつあるということで、つつある、そのまあ、はい、まあ本には書かれなかった、はい、まあ本に書いた時点からその先ってことなのかな、やめようかなみたいなところから、はい、それを言い出せないとかいろいろあったと思うんですけど、はい、まあその辺のことをこのレポの6号で、次の6号に書きます、そうな、本のその後、本来は別の企画のはずだったんだけど、そうそう、それ頓挫してますね、急遽、ちょっと急遽ね、はい、っていうかそういうコンビニの方がそういう展開になってきたんで、そうですね、これはもうそっちの方が、ね、熱いうちに書いた方がいいってことでね、はい、頓挫してるんですか、あの企画は、あの企画がね、すごい意気込みの長いメールいただいて、そうなんですよ、でも今日またメールが来て、ニュージーランドでならって言われたんですけどニュージーに行かなきゃなんないから、まあちょっと少し考えようかなっていう、まあ、ニュージーランドもありかなっていう、そうですか、うん、まあまあ6号、はい、頑張ります、はいはい、ありがとうございました。じゃあ矢吹くん、久々についに帰国、そうですね、あの、あ、どうもどうも、ご無沙汰します、久しぶりです、久しぶりです、夏の間ずっと海外にいましたね、いつから行ってたんだっけ、6月ぐらいだっけいや、もっと前ですね、5月の、5月20日ぐらいから、こいつはだからね、ずっといました、すぐ逃げましたから、ね、はい、そうなんだ、なんか連休の頃の高円寺フェスタっていうか、ちょっと高円寺が出る4日前ぐらい、そうですよね、なんか古本とか行ったり、はい、レポも販売したりして、はい、それをちょっと手伝いに来てくれて、それからもう行きっぱ、行きっぱなし、 ずっと行きっぱで、先週の金曜日に帰ってきました、はいはい、あ、カルロス矢吹です、あ、どうも、お忘れの方もいらっしゃるかもしれませんけど1回しか帰ってないですからね、そうですね、はい、2号、はい、2号で、知見のレポートをやってくれたカルロス君が、はい、戻ってまいりまして、はい、どこへ行ってたんですか、メインはイギリスに、メキシコに何か行ったのは、それは春ですね、あれ もうすぐ逃げたってことなんですか、あれもすぐに、あれはまあ、もうそうですね、逃げました、ね、それで一回ちょろっと帰ってきたんですね、はい、帰ってきましたね、それで本格的に行って、はい、イギリスに、はい、じゃあ4ヶ月ぐらい、5ヶ月です、5ヶ月、はい、5ヶ月です、何をしてるんですか、まあ本業なんですけどね、僕の、はい、僕の本業、はい、主な収入源なんですけど、敵屋さんなんですよね、そうです、イギリスで敵屋をやっているというのが僕の本業ですね面白いんだよねあの音楽イベントを、はい、フェスティバルをからフェスティバルへの旅をしながら、はい、いろんなものを売り上げるっていう、そうです、今日商品持ってきました、あ、はい、こんなものを売っていたと、はい、これを売ってたんですけど、ちょっとこれは北さん、おう、これはパンダ、はい、パンダなんですけど、ぜひちょっとパンダですね、はい、パンダのパンダ帽子、はい、これは何ポンドぐらいなんですか、これで10ポンドですね、結構高い、あ、高い、これは、結構高額の商品の方ですね、あ、高額の、はい、10ポンドっつって今これ2000円もしないか、今は130円ぐらいなんで、あ、安いですね、はい、パンダが、はい、これが高い方ぐらい、これは割と高い、ちまちましたものを中心に、そうですね、主に売れるのはやっぱりちまちましたものの方が売れるんですよね、そこにカッパがありますね、そうです、これはまあ必需品の、そうですね、これレインコートですけど、はい、
なるほどね、はい、これは売れるんですか、このパンダは。パンダは一番売れましたね、このアニマル帽子の中では。あ、シリーズもの、はい、これの中では一番売れました。人気商品なの、はい、あ、そうなんだ。子供とかが、そうです、はあはあ、で何フェス、そのフェスで来るバンドの CD だの、そういう音楽的なことには関係のないものばっかり売ってる店なんですか。そうですね、全く。あ、でも、ちょっと本当はこんなところで言うことではないんですけど、はい、いわゆるこうあまりちゃんと著作権料を払っていないような、あ、はいはい、T シャツだったり、立ち物みたいな、はい、そういうものは売ってましたね、はい、それもよく売れる。それはやっぱりよく売れますね、やっぱ、まあ、音楽好きでみんな来てらっしゃるんで、やっぱバンドの、ね、はい、T シャツとかは、ね、売れ筋ですよね、はい、こうアビロードの写真だけどビートルズってどこにも書いていない T シャツとか。でそれを、はい、まあ、誰、矢部君がし、そのなんていうかな、し社長というか、はい、仕入れをやってるわけじゃなくて、矢部君は売り子さんを。僕は実は仕入れもやってるんですよ。バイヤーというやつです、はい、これは、ね、これは中国からでしょ。いや、これは僕が仕入れたやつです。どこから仕入れたんですか。イギリスですね。あ、イギリスで、はい、これは中国製は中国製なんですけど、うん、イギリスでこういうのをちゃんと卸してくれてる人がいて、そこに僕が、まあ、話しに行って、はい、話しに行って、これとこれとこれをこれだけくださいというので、まあ、僕はこれの担当だったんですね。じゃあそういうのは先に買い付けといて、はい、例えばまあ500くれみたいな、はい、売れなかったら損していくっていう世界なの。そうです、もう完全に買い取りなんで。ああ、そうだよね、はい、なるほどなるほど。どれぐらいこう売れるの、ああいうフェスなんかで売ってる物販のお店って。まあ、矢部君手伝ってたんですが、はい、どれぐらい売るんですか。多ければ、多い時ですか、まあ、正直フェスによりけりっていうのが1個と、あと大きいフェスでは売り上げがいいんですけど、ピッチが高いんですよ。諸場代が、はい、諸場代が高いんですよ、はいはいはい、これが売れるは、多分売り上げだけだったら1個のフェスで100万ぐらいは行くんですけど、そういうところは場所代も同じぐらいしちゃったりするんですよね。あんまり美味しい商売ではないという。美味しい商売ではなくなってきましたね、ちょっとずつちょっとずつ。前はそんなことなかった。昔はね、そんなことなかったんですよ。もうちょっと安くできたらね、はい、で今競争も出たがる店が要するに多いから、はい、高くなっちゃったって。どうしても。なるほど、ね、それをこう何フェスティバルぐらい行ってたんですか。僕は今年は16かな、16か17どっち。ってことは何、普段はロンドンかなんかにいて、はい、ってこと。そうですね、普段はロンドンにいて、うん、で会社と倉庫もロンドンにあるんですよ、うん、でそこを、まあ、拠点にして各地のフェスティバルに、はいはい、出張すると。出張ですね。フェスティバルって大体週末あるので、うんうん、まあ、こう設営とかの準備もあるので火曜日の夕方ぐらいに出発するんですね、うん、でそれで、火水、まあ、木曜日から開けるところもあるので、うんうん、火水2日間使って準備して、うん、で木金土日と商売をして、うん、月曜日に片付けて、うん、月曜日の夕方ロンドンに帰ってきて、うん、翌日は火曜日の朝から次のフェスのための、まあ、荷物の、はいはい、入れ替えだったり、うん、余裕があったらまた仕入れに、行ったりして、うん、まあ、夕方にはまた次のフェスで出発。あ、本当結構忙しいんだ。そうです。ロンドンの暴動というか、はい、あったじゃないですか、はい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 、あれたじゃないですか、はい、あの時はロンドンにいたんですか。あの時はフェスにいたんですよ。あ、はい、君はやっぱりそういうこうそういう場にはいないそうですねアフェスにいてニュースかなんかで、はい、帰ってきたらもう大騒ぎになってて、うん、であれ一番ひどかったのは金土日だったんですよ、うん、でちょうど金土日フェスにいたんで、うん、一番ひどい時免れてて、うん、でただもう本当すごいもう建物ももう丸焦げだったし、でそういうニュースが日本にも流れたみたいで、うんうん、帰ってきたら、うん、もういろんな人からロンドン大丈夫ってメールが来てたんですけど、はいはい、まあ、それも暴動のことも知らなかったのでなんか申し訳ないなっていう気持ちで、うん、まあそうだね、はい、ライター的には非常に間が悪い、はい、絶好の機会を逃してるってことにもなるよね、はい、ああそうか。友達はロンドンでカメラマンの仕事してる友達がいるんですけど、はい、まあ、撮りに行ったんですよ。もうそれはもうチャンスなんで、うんうんうん、もう見事に、暴漢にカメラを奪われ。あ、はい、あ、本当、はい。じゃあみんなやっぱり、まあ、日本の報道ってそんなに僕テレビの報道は知らないけど、はい、まあ、ニュースネットでね、はい、ネット早かったんで結構動画もいっぱい上がってたし、はい、すげえなーみたいな感じだったけど、実際やっぱりそういう危険な空気になってたのかな。危なかったですよ。
はい、特にその僕がちょうどいなかった金土日は、うん、もう本当に危なかったみたいですね。ちょっと歩けないみたいな、ね、いやもうみんなそれは、ね、ロンドン中って感じなの、それともこう特定の場所ですね。本当に、まあ、一言で言うと治安が悪いところ。歩いてるとおしっこの匂いがするような、あの向こう側っていう、そうですね、エンジェルとかあっちの方。ああそうです、主には、トッテナムっていう北のところと、はい、あとは結構、サウスイーストの方が今一番柄が悪いんですよね、うん、でやっぱ南東の方と、うん、頭東の一部、うん、いわゆるこう、まあ福祉で食べてるような若い子たちがいる団地があるんですよね、うんうん、その辺りが固まってできてるっていうポイントがどうしても、うん、いつか来たかったですね、4日前ですかね、先週の金曜日。ああ、はい、そうですか。じゃあもう少し落ち着いた感じにはなってるの、ロンドン。ロンドンはもう、いや、あっという間に落ち着いたんですよ。あ、本当？はい、警察がすごくしっかりしてて、うん、さっき僕のカメラマンの友達がカメラ撮られたって言ったじゃないですか、うん、あんなのも全部こう CCTV、うん、監視カメラにちゃんと撮れてて、うん、ロンドン北尾さん行かれたことありますか？あります。最近ですか？いやいや結構前。結構前ですか、うん、もう今もう監視カメラばっかりなんですよ。もうどこもかしこも監視カメラがあって、ゴールデンスランバー。そうです。で彼が、まあ、カメラ撮られたところも6箇所のアングルから確認してたんですよ、警察は。で、まあ、捕まるわな、はい、で、まあ、殴ってカメラを撮った男の子の顔もバッチリ撮れてて、うん、で、まあ、保険も入ってたんで一応、まあ、それはなんとかなったらしいんですけど、うんうん、イギリスのスコットランドヤード優秀だなと思ったのは、うん、コードネームコブラっていうのを出して、うん、1週間以内に、うん、全員を捕まえると、暴動の、はいはい、に参加した、うん、で本当に全員捕まえたんですよ。本当、はい、首謀者とか中心なんですね、はいはい、うん、で一番最年少の逮捕者9歳ですかね、確か。それでも一気に沈静化して、もう一気に沈静化しました。だからあれはもう警察がよくやったと。あ、本当、うん、なるほどね、うん、なんか楽しそうでしたね警察。僕もそのカメラマンの友達と一緒に警察行ったりしたんですけど、うん、警察張り切ってるなって感じ。張り切ってますよ本当に、やつらね。まあ、そのカメラ 6箇所のアングルから撮ってて、うん、もうすごいねって言ったら、うん、いいカメラでしょ。自慢してた。あ、そう。俺らいいもん持ってるからつって。これからどうするんですか。もうそのシーズンは終わった。ああ、ひとまず終わって、で、まあ一応まあ貯金もできてるんで、うん、まあ少しはゆっくりはできるんですけど、まあ。しばらくは日本でまた。あ、このお金を元手に、うん、来週ちょっと旅行に。あ、どちら？中国、モンゴル、韓国に1週間ずつぐらい。おお、はい、あ、それはもうプライベートで。はい、もう完全プライベートですね。皆さんこういう。ライターじゃないですよこいつは。なんかやってこいよ、せっかく行くんだから。あのやってきますよ、ね、はい、メインの目的は、うん、モンゴルの友達に会うっていう目的で、うん、で彼は、うん、モンゴルの学校で先生をしてるんですよ、はい、で今モンゴルもやっぱりちょっとずつ IT 社会に対応してるらしくて、うん、ただそういうの教える人がいないっていうので、うん、で彼もともとテレビ局の制作プロダクションで映像編集とかやってて、うん、でそういうラップトップでの画像編集とかそういうのを教える学校で、うん、もうモンゴル語で教えてるみたいですね彼は。ウランバートルとかも結構マンホールチルドレンみたいなのいる。ああ、います。いますね。いるよね、はい、なんか前なんかで聞いたことあるんですけど、はい、まあ貧富の差当然激しいんで子供がね、はい、ルーマニアとかね、あっちの方もそうだけど、なんかそういうこうちょっとこう、転換期ならではのなんか風景みたいなのを見れたらね、うん、面白い。ああ、そう思ってますね、はい、面白いって言っちゃいけないんだけど、まあでもやっぱりこう 見とくべきっていうか、うん、どうしてもほらモンゴルとか言うとやっぱ草原と、そうですね、ね、うん、あ、そういうイメージじゃないですか、はい、ちっちゃいあの馬に乗ってさ、はいはい、でそれも いいんだけどさ、うん、そうじゃないモンゴルっていうか都市部の、うん、ってあるじゃんやっぱり。そうですね、うん、そうですか。中国行ってモンゴル行って韓国ですね。なかなか面白いルートかな、はい、うーん、しかもマイルで、マイルが溜まってたんで、うん、それで行くんでもう、ああ、もうほとんどお金はかかってないです。はい、じゃあまあその話もまた戻って、はい、来週から行っちゃうの。そうですね、来週の月曜からです。あ、そうですか、はい、はいはい。
かりました。じゃあまた、はい、また帰ってきたら、お待たせしてください。ありがとうございました。はいはい、石戸屋さん行きましょうか。ええ、あどうもどうもお久しぶりです。石戸屋ちぐささんです。高遠でブクブク交換をやって以来ですね、はい、あれが 8月最終週ですよね、はい、そうですね、はい、そうかそうか。あれからまたブクブクみたいな、ありました、ありました。9月に、9月は結構たくさんあって、うん、カルカルであったのと、うん、私が主催したものと、うん、私もう一つスピンオフ版をやりまして、はい、ピクニックをやりながらっていうのもやって、ああ 外で、はい、外でやりました、うん、で 100% 初めてな人ばっかりで、はい、説明がてらおやつ持ち寄ってっていう感じでやったのと、うんうん、あとそれから、ブックファースト新宿店であったのが一つと、それが9月ですね、うん、10月に入ってからはおそらくゴールデン街。あ、ゴールデン街、はいはい、本当にお店でね、うん、お店で深夜帯お酒飲みながらっていうのが一回あったのと、うんうん、それから先週というか本当数日前ですね、 2,3 日前に土曜日に広島と野毛で会ったんですよね、うん、はい、で日曜日にも野毛でありまして、うん、っていう感じで先月今月と、あ、広島も行ってきたんですか。私は広島は行ってないです。テリーさんが行ってました。はい、そうかそうか、私はユーストで拝見してます。多分レポTVに出たことあるけど随分久しぶりなので、ご紹介しておきますと、はい、人屋さんは別にライターというわけでは、はい、まあまあ、なくて、一応僕らの付き合いの中ではブックガールというか、そのそんな、そうですね、読書ガールということで、ブクブク交換には、ええ、ね、はい、ええ、ブクブク交換っていう、まあ、最近よくやってるんで知ってる人も多いと思うんですけども、カルチャーカルチャーっていうとこで初めてお会いして、はい、でどうもなんかそういうの面白いんで、ここで、うん、この事務所でやった時に手伝ってもらって、はい、でこの前高遠でまた、ちょっとやったんですけど、はい、でも別にそれで食べてるわけではなくてというか、それが人生の目的っていうことではまあなくて、いろいろなことをやってんだよね。そうですね、家ではずっとお墓とか死生観に関することとかをずっと調べて見たりしていたり、まあ、あとは来月舞台があります。なんか投票、はい、あれは何ですか。全然わからないまま投票してしまったんですけど、本当に難しい、説明するのが、はい、まあ、何もご存じない方にはとっても難しいんですけれども、ツイッター初の劇団を立ち上げようということで、昨年もあったんですけれども、はい、片岡圭さんという、うん、映画の監督だったりとか演出されている方なんですけれども、うん、はい、その方の劇団に去年参加してまして、うん、で今年は完全に投票制で右と左、右乳左乳ですね、はい、右乳左乳ということで、はいはいはい、分けてまして、その、キャストを取り合う形になったんですよ、うん、右乳でこの人が欲しい、左でこっちが欲しいっていうのを投票するんですね、うんうん、で同率1位だった場合には得票が多い方が取れるとか、そういうのをやっていたんですけれども、もちろん落ちたら出れないっていう感じで、僕にはさっぱり分かりませんけど、ね、見てる人にもよく分からないと思うんですけど、その普通キャスティングをするときに演出家なりが、まあ、はい、この人に出てほしいとか言うと、まあ、演出家がこう決めていくわけじゃないですか。そうではなくて、そうです、ツイッターのユーザーというか、はい、そういう人たちがに決めてもらうと、そうです、そうです、いうことですよね、はい、そうです。でそれぞれはじゃあ出たい人は名乗りを上げて、私に一票くださいみたいなことでやっていくわけですか、はい、そうですね。でエントリーされてる人間が、うん、まあ、私の時には4人だったんですけれども、うん、つい先週終わったエントリーのやつは12人出てて、その中から一人一人しか取れないっていうやつだったんで、ちょっと競争率の高い、結構競争率が高かったんですけど、今現在、うん、もし今日、ログインしていただくと、うん、3本オーディションが走っていて、でまあ、それぞれ、あ、じゃあまだ全ての役者みたいなの決まってないってことか、はい、今週稽古もまだ、はい、これからです。あ、これからで公演のに予定とかはもう出てるんですか。はい、11月の18日から23日まで。すぐじゃないですか。すぐです。え大丈夫なの。本はできてるってことなのか。
そこに当て多分できてる。え、稽古普通の演劇なの？普通のっていうか普通のというか舞台、去年やった時はオムニバスでした、うん、はい、うん、オムニバスで5話ぐらいあって、うん、でその中でまあ登場人物入れ替わるんですけど、うん、今回聞いてる範囲だとその右と左それぞれ配役は同じキャラクターが出てくるらしいんですよ。でもストーリーは違うって聞いているんで2本をあげないといけないはずなんで、あのいつ頃どういうふうに私たちに渡ってくるかまだちょっとわからない状態ですね。じゃあまあ、 あのはっきり固まったところでまた新たな情報が詳細なものが出てくるっていうこと ね、 はい、そういう舞台とか前あの石田さんが関係している劇団の舞台を見に行ったことがあって、その時はあの応援団というか、はい、女優としては出てなかったんで、ね、はい、完全に制作で出てます。あ、そうです、制作です、ね、はい、うん、だから何やってるか未だに僕よく分かってない人なんですけどご近所さんというか割と近いところに、ね、いるんで、なんかこう会った時とかには来てもらったりしてそうですか。じゃあ、はい、当面はじゃあその、舞台の方で頑張ると、ね、来月はちょっと舞台を頑張って、はい、終わったらまたブクブク効果に復帰する感じで、ブクブクと舞台っていうこの日本で今そういう感じですね。なるほどね、はい、分かりました。あのじゃあ稽古頑張ってください。頑張ります、はいはい、ありがとうございます。よかったら見に来てください、はいはい、ちょっとマッサン、じゃあ僕もタバコ吸いたいので、はいはい、じゃあ次の人の話が、ええ、じゃあ東子さん、はい、行きましょう。中島さん、はい、はい、どうも、今日はちびれぽの発送の作業でしたが、はい、ちびれぽの主筆と言ってもいい、あのいやメインライターの中島先生に来ていただきましたけど、いやとんでもないです、はい、今回のは、はい、あのどうですかちびれぽに書いてというか、うーん、反響とかありました？あ、なんかツイッターでありましたね、はい、前回。あ、どういう反響あったんですか？うん、面白かったって言ってくださってる方と、あの危険だっていう、あ、こういうことはやめた方がいいよと、うん、こんな取材危険ですよって、すよ、あの要するになんかおじさんについてきていろいろあのなんか話聞くとか、前回はそうだったんですよね、そういうやつですよね、はいはい、とても面白いポチビレポ読むだけでも価値が、ありがとうございます、そんな あるかなで今回は僕まだ見てないんですけども、どういうような内容、今回はですね、はい、ちょっとなあ、ちょっと説明しづらいんですけど、説明しづらい、さっきのなんか人もねツイッターのよくわからない説明聞いても僕もわかんなかったですけど、今回のは、はい、今回のはちょっと社会的グルーミングっていう、グルーミングね、行為があるんですよ、はい、動物学の言葉で、はい、猿の毛づくろいとかが、うん、まあ、代表的な例なんですけど、はい、まあ、それって人同士でもなんかできるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです。あの母親がこういうこと、いや、なんか母親が娘の髪を溶かしてこう結んであげたりとか、そういうような、そういうの、あ、父親が肩車をしてあげるとか、それはちょっと違う、その水黒いをする、水黒い、はい、うん、お互いに水黒いをするみたいなことが、うん、まあ、人が行う社会的グルーミングとされてるんですけど、はい、まあ、それを自分が体験して、うん、わざわざこのその原稿を書くために、いや、わざわざじゃないんですよ、それはたまたま体験して、たまたま、ね、はい、でそれが結構面白い体験だったので、うん、いろんな人にやってもらったんですよ、うん、はははそ の, あのグル社会的グルーミングを、はい、でそれで実験してみて、その実験家を見てどうなるかみたいなことを書きました。ちびれぽを読んでいただきたい、そうですね、ということですか、はい、その他の活動って中島さんどういうことを、ちびれぽの、まあ、メインライター以外にはどのような活動をしてらっしゃるんですか？はですね、はい、好物っていう、あの好きなものと書いて好物っていうフリーペーパーを、はい、あの学生時代の友人たちと一緒にずっと1年ぐらい出し続けていて、はいはいはい、そこに、不定期的なんですけど、はい、短編小説とかエッセイとかを寄稿してます。好物、好物っていう、今日は持ってきてらっしゃる、今日は持ってきて、せっかくこう好物そうですね、好物をそれで読むためにはどういうふうにすればいいですか？ですね、好物ウェブって、好物、そういうのがあるんですか？
ウェブって、はい、検索 Google とかで検索していただければ、うんうん、鉱物そのフリーペーパーの、あ、フリーなんですね、あ、フリーペーパー無料なんです、無料なんです、フリーペーパーの、はい、ブログが出てくるので、はい、そのブログに配布してる場所がいろいろ書いてあるんですけど、渋谷とか吉祥寺、はい、高円寺中野、うん、秋葉原のとかかな、ここですね、こういう風な感じの、ね、鉱物ウェブ、こちらのサイトになってます。ここにいろいろ書いたりしてますね、はい、それはここの北大トロ事務所には置いてない、置いてない、ね、飲んで読みたいですか。いや、それだってね、フリーだったら無料なんでしょ。無料です、無料です、それは読みたいに決まってるじゃないですか。じゃあ今度あぜひもう、ね、ただだから、はい、じゃあ持ってきます、みんな読みたいなっていう、はい、はい、で発行、そう、他にはどういうものを人たちがこう書いてるんですか。お友達とか全員会社員なんですよ。全員会社員でだけど、はい、将来的には純文学の、はい、なんかその文学賞を取って作家になりたいぞって思っている、普通の社会人が何人ぐらいで、いるの、執筆人は、うん、今20人ぐらいいるのかな。へー。でそれで迷子テーマが一つ決まってて、はいはい、で単語なんですけど、はい、大体一番新しいそのテーマは、一番新しいのが、はい、残る、残る。一番最初はお肉だったんですよ。お肉、はい、はい、とか図形とか、はい、なんか一個テーマを与えてそれに関することをこう書いていく、3、4人ぐらいが、はい、エッセイでもいいし、うん、小説でもいいし、はい、コラムでもいいし、でもそのテーマには沿って。なるほど。小冊子なんですか。それは紙ペラ1枚なんですよ。紙ペラ1枚、 B5 の紙ペラ1枚、まさにこのチビレポみたいな、はい、こんな感じ、これよりもちっちゃくて、ね、でも、はい、デザインを美大でプロダクトデザインの勉強をしている、はい、子がやっていて、はい、両面カラーで、うん、結構デザインも評判が良かったりとかする。その経費は誰が出してるんですか。それは杉並区から助成金をもらってます。そういう方法があるんだ。なるほど。ちょっと聞いてみたいですね。今までは、はい、編集長が全部自腹を切ってたんですよ、はい、なんですけど、杉並区のその役所の文化のなんかそういうのを司っているかの方に問い合わせたら、で執筆人の今までの作品とかを、まあとかその鉱物現物とかをこう見せて申請をしたところ、まあ許可がおりまして、助成金をもらえることになりまして。いや、もうちょっとなんか下世話の話ですけど、何歩ぐらい出るんですかこれ。いや、ノーギャラです。いやいや、そうじゃなくて助成金はどのぐらいいただけるの。それ全然わかんないですよね。だって印刷代とかはじゃあ助成金で今いけちゃってるっていう、いけちゃってるんだと思います。お、そうですか、うん、出してみるもんですね。そうですね。商業的なものはきっとチビレポとかはダメなんですよね。助成金はどうなんですかね。チビレポもどうなんですかね。でも助成金、いやでもほらチャレンジはしてないわけじゃないですか今までね、うん、あ、チャレンジちょっとしてね、考えたことあと、そのこれから、なんかフリーペーパー自分で出したいなっていう人もね、助成金が出るとなるとちょっとね、そういう手もあるぞというね、あるぞと、はい、そ、鉱物はぜひ読んでみたいなという本当ですか。あと、あるんですか。おー、知らなかった。いい、ありがとうございます。あ、そう、私あんまり最近書いてないんですよ。でも20号がもうすぐ、記念すべき20号が2ヶ月後ぐらいに出るんですけど、そこには結構ページをも、それは今まで B5 だったんですけど、 B4 にし、ん、 B4 これって何でしたっけ、このサイズにしようって言ってて、で結構長い文章を書く予定なので、その時にははい、またそれが残る。いや、それはまた違います。これ発表したらダメだね、はい、まだね、はい、わかりました。またその期間ぐらいな感じですか。いや、毎月出します。なるほど、はい、じゃあタバコ吸い終わった人がいるんで、ちょっと変わって、ものすごいタイミング。そうですか。
そうですね。さあそれ文学フリマとか出さないの？文フリは文フリ、あのもう馴染んだ感じですね。いやあの、うん、やってるのがほとんど社会人なので、うん、あの準備ができないんですよね。なんか文学フリマにのための準備みたいのが、うん、準備って別にあの申請っていうか、じゃああんまりやる気どうなんだろうな、めんどくさいなって感じだから、どうなのかわかんないんですけど、うん、あのでもそこに執筆人の一人で他の、うん、あのまあ、同人誌みたいのをやってる子がいるので、うん、そこのブースに、うん、なんかおまけみたいな感じで置いといてって言って、うん、置かせてもらって、うん、一応なんかこう間接的には参加はしてます。好物としてあのブースを出したりはしてないんですけど、はいはい、まあ、ゆくゆくはしようっていう話は出てるんですが、いやっていうのが今度その文学フリマに、はい、レポはあのちゃんと申し込んで、はい、ブースを出す、はい、その店番候補が君なわけだ。そういう話でしたね、先週のこの、そうそうそう、あの中島抜きで決められていったっていう、はい、店番ね、はい、それが理由があって、あの、はい、前回はですね4姉妹という、はい、まあ、ブースに僕らがその今言ってたみたいな曲がりさせてもらって参加だったんですよ。その前は豊崎由美さんのやっぱりブースにちょっと豊崎さんも書いてるってことで置かせてもらって、はい、僕らはなんか冷やかしでこう言ってて、まあいつまでもそれじゃねってことで今度まあちゃんとやるんだけど、はい、その前2回の僕とあの副編平勝の調査によると、はい、あるいは体験によるとですね、はい、やはりですね、はい、これは高円寺の時ももう身をもって思ったんですけども、はい、僕らが座っててはダメだと。なんで親父はねなんか近寄ってこない人が、そうなんですか、ええ、みんなねそうやってねそうなんですかって言うんですけどね、うん、もう一目瞭然です。へ、辛いんだよあれはそうか、そうなんですね。そうです、だからその売ってるものが、はい、の吸引力とかね、はい、そういうものとはまた別に、はい、売る人が、はい、持つこうなんかあるじゃないですか、その場にこう似合うっていうか。で文学フリマなんか割とやっぱりまあ年齢層いろいろだけど基本的には若い人やっぱり多い、はい、そうですね、多いし、ちょっと僕たち浮き上がってしまうんですよ。なので、はい、まあ浮き上がらない人の中で、はい、なおかつこう暇なやつということで、まあそうですね、中山投稿がいいんじゃないかって、はい、だからそこで好物も本人がいた方が絶対いいんで、はい、その説明したりできるじゃん。あーそうですね、うん、だから読んでほしいわけだからさ、はい、なんで、まあ、寄ってきた人に渡したりすればいいと思いますよ、はい、でまあ要素のブースに置くんだったらそれはそれでいいし、いろんなところに置いてあったら別に、はい、そういうことにでバックナンバーもしあればあります、あります持ってきておいて、はい、まあ、人を見てこの人ちょっと興味ありそうかなっていう人にこう配るっていうか、はい、見てもらうっていうのは、あ、そうですね、そういう作戦しないか。いいですね、はい、わかりました。11月3日。3日。ただ場所がね、また詳細はレポのサイトとかでもお伝えしますけども、東京モノレールのなんとか倉庫みたいな、流通センターっていう駅があるんですけど、そこの倉庫街だと思うんだけど、はい、そのどこかの割とでっかいとこでやるんですけど、ちょっと遠いと思うんですけど、はい、もうそこになんかそういうのが好きな、基本文学フリマだから、はい、レポとかよりも同人誌とか、はい、ね、小説書きたい大学のサークルとかそういうのが中心、はいはい、なんで客としても興味があるところだと思うので、はい、ぜひじゃあお手伝いしてください。わかりました。単独ですか？私単独で見せ場は一人ぼっちってことですか？はい、いや、僕も行くし持ってかなきゃいけないから、あ、そんな君を孤独な、それで、ね、しかもいいことに隣に4姉妹がいるらしいんだよ。4姉妹は、女の子4人でやってて全然血はつながってないらしいんだけど、はい、まあ前回もお世話になった人たちなんで、はい、ここなんか
店番とかも融通し合ってやれると思うので、はい、結構楽しいと分かりました、はい、思うのでよろしくお願いします。じゃあ中島透子さんでした。はい、ありがとうございました。しびれぽ、届くのを楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。はい、中島透子が早くレポ本誌にかける日が来ることを願っております。はい、じゃあもう一回マッサンちょっと、まあこれでかれこれ1時間ぐらいな感じですね。なるほど、まあ、そろそろ榎木戸一郎は、はい、うん、電話してみますか。西武球場、いや、いいと思います。西武球場に着く頃かなっていう感じ。なるほど、いや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 、どうですか。はい、木村さん、木村さん何か、それじゃあかぶってやる、うん、ね、はい、大和の人が11通、あ、シールを誰か貼り忘れてたわけですね。シールを貼ってないのが11通、うん、これは重大なまたミスですね。ですね、これはね、これを榎木戸は恐れてたわけですよ、こういうことを。いや、だからあの人はやらない、シール貼りはやらない。そうそうそう、責任は僕、今日シール貼りやってませんから。僕もやってないですよ、そういう、まあ、こういうことがね、あるといけないなと思って。そうですね、告知の準備、はい、告知いいですか。はい、告知物がね、はい、この、え、はい、じゃあどうぞ。はい、かぶって、はい、これ榎木戸さんの忘れ物のパンを確保しました。 あ、忘れてったの、うん、私にくれるってやった。これももらって、もらい物を持って嬉しい。積みながらかぶるなよ。え、出てこい。あ、すいません、だって大和の人来るから恥ずかしいな。はい、木村かなさんです。はい、こんばんは。あの、あ、じゃあ880円、ね、ね、はい、じゃあかなちゃんの、はい、レポのマスコットガールそうだったんですか。コスプレでなってくれましたが。パンダが好きです。パンダ好きで、はい、告知しなさい。はい、これ前後の表紙なんですけど、コラボンというフリーペーパーを、なんか今日フリーペーパー尽くしですね、うん、あの高円寺で作ってまして、それの最新号が今日あのサンダル文庫って私のバイト先の古本屋に届くことになってまして、石戸屋さんにも実は読書ガールを筆頭としてあの、はい、登場していただいてるんで、ぜひお見かけになったらあの手に取っていただけると嬉しいです。はい、あ、そう、前の号、はい、あ、そういう告知と、あと、うん、あの高円寺フェスっていうのが、高円寺フェス、はい、いよいよ、あ、来たった、はい、11月の12、13に、はい、あのやるんですけど、はい、そこであの円大古本市というのを東通りでやるので、そちらの、あの今応募募集中ですので、ぜひ出展をお願いします。なんか告知物が全然まだできてなくて、今日コラボに載ってるんですけど、11月の11、12、13、はい、週末に、はい、高円寺フェスっていうのが高円寺町を挙げての、はい、まあ、ブックイベントって、文化祭って言ってますね、文化祭か、はい、そういうのがあって、高円寺ならではの文化祭、三浦淳と王権のなんか、はい、もうチケット売り切れてるそうです。 あ、 そうなんだ、あれは、まあ、そういうのがあって、うん、いろんなことをやるみたいなんですけど、その中で円大古本市というのを、はい、この春にもさっきちょっと矢吹君とお話しした、はい、その、それの秋版みたいなやつですね、はい、それをやると、はい、レポももしかすると参加、はい、するかもしれません。なんかあの本だけじゃなくて、私たちのは、うんうん、あの手作り の、 あのちょっとしたアクセサリーとか、はい、いろいろそういう雑貨とかを作ってる方とか、ね、はい、あのあとあの当時あの5月は結構、うん、あの被災地支援で盛り上がってて、そういうリサイクル関係のおもちゃとかそういうの持ってきてくださる方が、売ってそれをお金を現金するっていうのでやってる、はいはい、古本もなんかね、はい、それ用のあって、僕確かなんか買いました。そうです、今回もやります。あ、そうですか、はい、長いチャリティーを目指して、はいはい、今回も本で被災地支援っていうチャリティー街角本棚って、あの、うん、高遠のパクリなんですけど、うん、はい、やります。本当によくパクられてます。一応イーさんに聞きました、あの、はい、やってっていいですかって。全然いいんですけど、はい、うん、そっかそっか、そうです。うん、だから、さっき の、 あの福田さんが言ってた宇都宮のは一箱古本市なんですけど、はい、高円寺のは、まあ、あんまり本に限定することなく、ちょっと縛りを緩くして、はい、いろんな縁台が賑やかに、はい、こう東通りを埋めていくという、はい、で一応東通りに、うん、あの商店街で作った、うん、あの弁天様があって、月一であの縁日っていう弁天様のご縁日って言って、うん、はい、ちょっとお祭りみたいなことを月一でやってて、で縁日だから縁台ねとかいう
くだらないダジャレでなんか演題を使うようになったっていう話だそうです。私が考えたんじゃありません。はい、はい、まあそういう東通り起こしみたいなものがあるわけだ、はい、うん、高円寺の中でも東通りは一番北東の端っこなんでちょっとね、うん、あれは昔からなんだよ。僕は高円寺に住んでた学生時代から、うん、東通りっていうのはちょっとこう端っこで、うん、ちょっとこうみんなの動線から外れてる。そうなんですよ。高円寺をブラブラするときに、うん、どうしてもそこは逃しちゃうんだよ、ね、うんうん、スーパーとかもないんで何があるわけでもない、何があるわけでもないんですよね、だけど昔からある商店街で、うん、渋いお店結構あるんですけど、うん、今なんか古本屋が増えちゃって古本通りみたいになってる、はい、うん、1,2,4 軒とかあるのかな、だんだん増えてます。まあ興味 ありの方は、はい、なんか店番をしつつ交代でね友達なんかとやって、はい、でフェスを見て回ったりすると、うん、高円寺中がもうお祭りで座高円寺、はい、座高円寺で新刊版元さんたちが、うん、本関係だと本の産直市って言ってなんだっけ、新しい本を版元が直接読者に売るっていう試みとか、あと、はいはい、貝沼博さんって、うん、福島論っていう本を書かれた方なんですけど、はいはい、と上野千鶴子さんの社会学者で新進気鋭の方と、うん、あとフェミニストズムのこう対価っていう人が、うん、その福島と東京の問題について話し合うっていうトークとかもやるそうです。なんか盛りだくさんすぎてなんかね情報が整理されてた形でまだ僕の方にも届いてないんで、うん、私は今 やっとコラボが終わって、うん、ほっとしてるんですけどなんかまだ増えるとかなんかいろいろなことをやるのは間違いないので、うん、当日は、ね、コラボの中にも地図がありますし、それから高円寺フェスの公式ガイドブックっていうのが駅前で配布されるので、あれなはいはい、うん、いきなりものすごい量でしょ。あれそう A4 で何万部でしょう、はい、なんか7万人動員が去年あったっていう話なんですけど、去年公演静かでしたよね。ちょっと公演で参加したんですけど、うん、でも懐かしいっていうか、うん、あれから1年かって思いますね、うん、私もあの時は本当創刊号だけしか売るものがなくて、うん、まだ2号が出てない時期だったから、うん、はい、黄色い表紙の創刊号を並べてぼーっと立ってて何していいかも分かんない。最初なんか砂場の前とかすごい場所が悪いところにレポは場所割りがあって、 そしたらいつの間にか公園の入り口の一番いいところに移動しててよかったなって私はほっとしたの覚えてます。ああそう、なぜか場所はなんか2日目に変わって、うん、そしたら売れるようになったんだけどね、うんうん、ああそうか、あれから1年ね、うん、あれから1年です。なるほど、まあ、多分レポも何らかの形で、はい、東通りの方に参加するんじゃないかと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ以上告知コーナーでした。はい、えのきどさんパンありがとうございます。ここで言ってどうぞ。野木戸さんはいつもこのパンを、このパン、これどういう、どこのパンなんですか。西荻の駅の売ってるパン。どこの駅の、はい、駅フランスパン、うん、美味しいです。あ、なるほど、うん、なんかいつもね、うん、よく買ってますよ。野木戸さんが好きなパンみたいな、そのよくレポ TV ほら夜遅いじゃん、はいはいはい、収録がだから買ってから来て、はい、明日の朝食べんだとか言って、ああ、うん、はははは、朝飯用。あ、なるほどね。ここで食うんじゃなくてね、うちに持って帰る用のやつですね。気に入ってんじゃない、今日も買ってたってことは。でも忘れちゃって痛恨の今頃 ね、痛恨でしょう。あ、なるほど、しかもちょっと高いんですよこのパン。いくらぐらいするの。バゲットが、バゲットが、全体的にお高めなんです。なるほど、うん、高級パン屋さんですね。さっきの杉並区の助成金というのは、うん、衝撃のニュースでしたね。そうだよね、ああいう今ことになってるんだね。その昔じゃ考えられないよね。あ、お役所に行ってっていう、どういうジャンルなんだろうな。いろんなね、助成金ってあるんですよ、うん、確かに、はい、で僕ら高遠でやってるのも長野県からのその助成金をもらって、ね、うんうんうん、ブックフェスとかもやったし、はい、今年もね、はいはい、フェスだけですけどね、フェスとかそういうイベント関係の、うん、企画に対して県から助成金をもらうんですけども、はい、区でもだからそういうあるんだね。区によるんでしょうけどね。区によるんだよね、はい、いろいろ。でも図書館事業とかそう本について割とこう力入れてる区もたくさんあるんで。そうだね、そういうところなんか割とフリーペーパーだよ。フリーペーパーやってる人は今、ね、ーーる人は今、はい、ピーンと耳が鳴ってますよピーンと鳴ってますねだってみんな、でもフリーペーパーっていうのは、はい、みんな手弁ポットでやりますよね、はいはいはい、まあそれはしょう、それは最初から覚悟の上だけど、はい、だけどやっぱりどうしても印刷代とかいうのはかかっちゃうわけよ、うん、はい、
お金かかりますよ。だから私やってましたからね、ワニマニ新聞。そうやったでしょ。ワンルームマンション一つ借りるぐらいは全体で借りますね。その、まあ、送ったりなんだり。だけどフリーペーパーだから、うん、売るわけにはいかないわけですよ。そうですそうです、うん。もう作る前から、うん、まあお金が赤字なんで、ね、まあ、赤字のものなんで、ね、うん。それでもやりたいからみんなやってるわけですけども、ね、コピーしたりとかね、はいはい、いろいろして、はい。それがあなた。ね、助成金だからもうカラー印刷でしょ。できちゃうわけです、ね、両面印刷、うんうん、はい。でもいい、それによってこう、なんていうの、面白いものがこう生まれればさ、うん、それそれいい、いいことですよね。みんな住んでる地域のいろいろ、やっぱそこ見逃すとこだと思うんで、区が何どんなところにサポートしてくれるのかっていうのを、住民の権利だからね、税金も払ってるね。ちょっと自分たちのその、自治体にちょっと問い合わせて聞いてみて、そんな制度はないですかと、ええ、フリーペーパーに限らずなんかね、そういうのちょっと問い合わせてみるといいかもしれない、ね、ルールがあってめんどくさいんだけどね。結局報告書っていうのを必ず書かなくちゃいけないわけで、税金なんだから。高藤もそうなんだ。もちろんですよ。厳しいっていうか、すごい細かい、はあ、じゃあ俺じゃないですか、レポ TV なんかもこれちょっとね、助成金そう出してもらうとか、どうなんですか、吉岡さん。だって、そうか吉岡さんはお金かかってんじゃないの。みんな交通費も自腹で来てますからね。確かにそうですね、うん、はい。でもそれは面倒くさいからしません。しないんだ。あ、それ大変なの。レポ TV で申請できるってちょっとじゃん、きっと、うんうん、あ、そんなことないよ。そんなことないですよ。ないでしょ。俺みんな吉岡さんの機材なんですよ。考えてみたら。そう。俺ただだと思ったけど。ね、ただじゃないよ。吉岡さんから借りてるわけだ。そう。こんなのがレンタル代吉岡さんに払えるようになるということでしょ。そうですね。ね、毎回来て日当も払えるようになるってことでしょ。それだとね。ここに出てる人はみんなこれはなしで来てますけども、ええ、なんか交通費ぐらいはパン代ぐらいは出るという。マグロさんはこのポーズがすごく決まりますね。いやさっきも見てたらすごく自然な感じで、いやらしいんですからね。まあ、口でこう言うとね。いやこれ慣れていらっしゃる感じ、はい、この昔の人は割とそうじゃないですか。こういう風な格好してこれね、これとかね、ここがねとか、これがねとかって、いや昔の言いづらいことは、なかなか自然にこれ出ませんから、僕ら、はい、ええ、うん、これはやっぱりさっき驚きました。それでいや、レポもね、ええ、新しいことちょっとやっていこうじゃないかと、そういうことですよ。僕一番思うのは、ちびレポをですね、はい、レポを買ってくれてる人に配ってるじゃないですか。そうですね。うん。うん、でも本当はチビレポっていうのは、うん、レポを買ってない人にレポの宣伝をするために読んでもらいたいものなんじゃないですか、うん、レポの入り口としてね、はい、っていうことはもっといろんな人にこう配って、はい、中島東子さん主筆のね、はい、文章を読んでもらった方がいいんじゃないかっていう。そうですね。それで高島さんレポには書いてないけど、うん、これよりももっと面白い人たちがレポに書いてるんだっていうことでレポにみんなたどり着くんじゃないかなと。ちょっとだからこの前、うん、まあ、一緒にマグロさんと2人でですね、先週、はい、大川工業の芝居をね、鈴なり、はい、下北の鈴なりに見に行きました。暗闇演劇っていう、はい、まあまあそれはまあ楽しかったんですけど、真っ暗でしたね。その後でいろいろ話をしている時に、うん、そのチビレポをもうちょっとこう、多くの人に読んでもらった方がいいよとい う,、うん、こう意見をいただきまして、だからこれを見ていて、うん、チビレポ私読んでないよと、僕読んでないよっていう人は、うん、どうすれば読めますかね、まあ、そのチビレポを購読予約する以外で何か。あんまりないですよ今ね。今はないです。今はないでしょ。今はないですよ、うん、それを例えば切って80円切って送ってくれたら送りますよと。それはめんどくさいですね。だからじゃ封筒に封筒に返信用の封筒にこう切手を貼って、はいはいはい、ちゃんと、ね、それで、うん、住所を書いて、はいはい、送ってくれたらそこにチビレポ入れて送りますよと。なるほど。ううまずはチビレポを読ませてくれという方がいた場合に ね。そうなるほどなるほど。それだとほら僕入れてポスト入れるだけですから、はいはいはい、それいいでしょ。そうですね。それぐらいでしたら。でそこにその申し込み用紙みたいなのが入ってると、うん、いいじゃないですか。あ、気に入ったなと思えばね、はい、そこからこうとか、はい、まあどっか、なんだろうな、レポとか読んでくれそうな人が立ち寄りそうなお店とかにこれがね、うん、まあ、フリーペーパーのような感じで置いてあれば、そうですよね。それもいいんじゃないかとか、はい、まあ、これまでやっぱさ、そういう考えなかったんだよね。なんかその、広がりがなかったよね。レポを読んでくれる年間購読、うん、つまり手紙がやっぱり手紙っていうのにすごい
囚われてるから、レポは3ヶ月に1回なので、うん、その間に手紙を送りたいってとこから、うん、じゃあチビレポっていうのを作ろうっていうことで始まってるんで、うんうん、どうしても頭がそっちにこう行ってたわけですよ、うん、はい、なのでちょっとまあ考えますね、うんうん、でだからそのチビレポ自体ももうちょっとこう、うん、なんていうんですか、あの執筆人の人たちの、はい、編集後期ってあるじゃないですか、あの編集後期じゃなくて編集前期みたいな感じで、うん、次僕こういうの考えてますよ、今度こういうの書きますよみたいな感じで一言二言ね、なるほど、あったりするとこうちびれももっとこう広がりがあって面白くなるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、はい、ちょっとこう、あ、なるほど、ね、あ、何何、何、いやいやいや、はいはい、デザインなんかも、うん、つまりさこれ、うん、だからさっき言ったような発想で作ったので、うん、これでかいわけですよ、ちびれぽっていうのは、うん、でかいし、折ってさ裏は何にもないしね、またね、うん、そう2枚でね、2枚で、うん、はい、で手紙だから、手紙だ、むしろ2枚ぐらいの方がいいんじゃないかみたいな、あ、こうサイズなんかも気にしてなかったんですけども、うん、これをまあ一つのフリーペーパーだと考えるとですね、うんうん、やっぱりこういう風にこう4つ折りぐらいになってて、うん、これはちょっと表紙っぽくなっててみたいな、うん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 、また全体のことが変わってくるね、っていうのはありますね、うん、でもちろん年間購読者の人には送ります、ね、もちろん、はい、はい、もちろんそれはね、はい、うん、それまたやっぱり違うと思うのよ、その自分ちのポストにこう、うん、ポンと届くのと、はい、どうかゲットしに行くっていうのはまた違うんで、うん、アプローチは、うん、だからその違いがあるから中身が被っていても別にそれはいいんじゃない、うん、なんかねやっぱり年間購読してる人に悪いなみたいなのがちょっとこう僕にあって、はあはあはあ、そのサービスの一環としてやってるんですね。でもそのこれが反則物というか、あのレポの宣伝する道具として考えるとなかなか広がりがないっていうか、レポを買ってる人しか読めないっていうのはね、もうちょっとこう広げてもいいかなと僕は思うんですが、はい、まあ、いろんな話をしましたね。そのメルマガっていうのもね、メルマガですよ、それなんかね、メルマガもちょっとレポのメルマガっていうのをやろうかなと思ってて、はい、今ちょっと詰めてるとこなんですけどね、はい、あのまあ、さんとちょっとこういろいろ知恵を貸してもらって、どうするの、そのね、毎日レポの、そう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 、だからレポライターズってこの前ね、レポライターズっていう、レポライターズっていう、はい、まあ、日替わりみたいな感じで、うんうん、執筆人がメルマガを、まあ、書く、うん、でもどうなの、トロマガを読んでる人もねたくさんいると思うんで、まだ全然別のものですよね、別、うん、僕がやるんだったらもう全然別のものとして、はい、あのもう原稿書くみたいな感じでコラム書いていくとか、なんか連載していくとかでもいいわけです。じゃあまあ君はやるね。俺はやりますね。まあじゃあ僕ももし、まあ、まあやるとしましょう。僕もやります。はい、そうするともう1週間って7日しかないですから、あと椅子は5つということですよね。ノーギャラですよ。ノーギャラですよね。ね、これはノーギャラ。早いもん勝ちということで考えていいんですか、もうね。まあまだ内容はつやってないんで。はい。その本当に毎日その出すには、うん、ちゃんとこう毎日きちんときちんとやる人が絶対いるわけじゃないですか。はい。いやいや、だってその7人がちゃんと、まあ、1週間に一遍必ずやればちゃんと毎日出ていくんじゃないですか。いやいや、書くだけはできるけど、はい、書くだけはできるけど、その、はい、書いたものをなんていうんですか、こう、メールマガジンできちんと発行するとか、ツールに載せてこう発行する、まあ、予約したりとか、サイトで読めるようにするとか、はいはいはい、なるほど、こうミクシーでも読めるようにするとか、そういうこう、はいはい、なんていうのことね、はい、がシステムみたいなものがちゃんとできる体制じゃないと、ちょっとねまだあんまり細かいことは決めにくいかなと。なるほど、うん、技術的には全然可能みたいですね。さっきちょっとサイトやってるやつに確認したんですけど、はい、うん、大丈夫でした、うん、大丈夫だよって言ってた。じゃあもうそのもうあの書く人を手挙げてもらって。そうですかね。それ の一番統括というか、はい、編集長は誰なの、それ君が。いや僕はダメですよ。いやいや、じゃあだけどその人選をしたり誰かがこう指揮を取っていかないと先に進まないじゃないですか、要はこういう話ばっかり出てても。ああそうです ね、じゃあお前頼むぞっつって。それはもちろんレポの編集部でいつまでにこれやっとけよみたいなことは、じゃあ平勝さんが責任者になって、最終的には鬼の平勝が出ていかされる。鬼の平勝、ないでしょう。じゃあこれやっぱ闇の聞かせ方が違いますから、やっぱこれ今のこの材料を踏まえて平勝さんが、まあ、このチビレポをどうしていくか、メルマガをどうしていくか、ここに来てもらって話してもらいます。
あ、それはまだまだ考えてないと思いますよ。そこまではまだ、はい、ダメなんですね、はい、わかりました。ざっくりしたところですね。で、逆にあれですか、また細かいこと決まり次第このレポ TV でも報告をして、今までレポの読者だったけども、うん、僕も私もレポライターズになりたいっていうそういう人は、あ、うん、まずはじゃあちびレポから私始めたいなっていう、中島東子よりも私の方が面白いとか、そういうので、そういう売り込みは来てるんですか。売り込みは時々来ますね。あ、なるほど。次のレポでも、うん、新たな執筆者が、今のところ2人かな。これ新たな執筆者が2人出るってことは、もう2人の執筆者がこういなくなるっていうことですからね。まあ、まあ大きい意味で言えばね、まあ、細かいところはどうか分かりませんが、そういう新陳代謝じゃないですか。まあだから、マグロさんも一回最終回を迎えておきながら、ねね、前回で最終回だったんですけど、そうなんです、この前どうするのって言って、もういいのみたいなことを言ったら、うん、それはやるよみたいな感じで。まあ、たまたま僕、取材をしているものがありまして、よそで書かないので、もうレポでやろうかなという。もう全体の枠が決まっちゃってるんだよレポの場合はね。そういうこう、もうでそのだからやめ取り合いみたいなのは確かにね。いや、あの執筆してるとレポがもらえますけれども、執筆をやめた途端にお金を払わないとレポは読めないという、これまた厳しいね、ここらの世界ですからね。本当ですよ。マグロさんもこうそう敏感ですね、そこら辺は。いやだけどそのレポをただでもらうために、うんうん、でも取材費の方が多分かかってると思います。そんなことないですか。ああ、僕その行列はかかってましたね。いろんなところ行列行ってね、お寿司屋さんに行列行ったりとかして、それはかかりますよ。まあでも食ってんだからまあいいだろうっていうことで、はい、全然いいんですけど、それは、はい、なんかこうちょっとこう別にこれにこだわってる割にちょっと甘い感じがありますね。いやでもレポで生計立てるわけにもいかないじゃないですか。そのね、それはなかなか、もう今回僕君どうなの、君の方はそのレポで生計は、はい、立っていくわけ。あ、僕ですか。うん、そう、君は発行人じゃないですか。あ、発行人は立たないですよ、もちろん、ね、今回僕だから、うん、10日ぐらい前かな、うん、執筆者の皆様に、ね、それはここでいいんですか、そのネタとしてここでなんか君が書くネタじゃないか。いやいや、それは書くけども、書くけどね、あ、まあまあまあ、トロマガを読んだ人はまあ分かってる ね、まあ、ちょっと原稿料をね、うん、ギャラをね、うん、ちょっと下げてもいいですかと、うん、いう、こうお願いメールを出す。そうですね、人によって3分の1になった人もいれば、いや、そんなことはない、倍になった人もいたりとか。どういう基準でそういうのをそういうのがあったら嫌だなとかってちょっと思うじゃないですかね。そういうことはないんですけどね。人によってこう違うっていうのはないですね。一律みんな。そうですね、はい、ここにもうちょっと今ちょっとこうきついところもあるので、うん、まあ要するに赤字っていうことなんですね。あ、レポまだ赤字ですね、うん、赤字なんで。まだっていうのは一回も黒字になってないですね、はい、いや、はい、はい、あ、それはそうですよ。じゃあレポをやればやるほど北尾は貧乏になっていくと、このままだとそうなりますね。なんで、うん、それもちょっと嫌だなということで、うん、万歳しちゃうのもね、あれなんで。万歳しちゃうのもね、うん、なので、そういうふうにこうしてもいいですかって、うん、したところ、まあ、何人かの人が嫌だと、ね、いうことはなかったんですよね。全員がとりあえず、まあ、言いにくいとは思いますよ、それ、うん、みんなうすうすは気づいてたところは。だいたいこういう原稿料でこれのページ数でやってるとこれ大丈夫なのかなっていうのはずっと僕も思ってましたから、はい、ええ、それはやっぱりね、まあまあ、雑誌が存続した方がいいかなっていう皆さんの、うん、そうですよね、温かいその声によってですね、うんうんうん、もうちょっとやれそうかなと、うん、ここで。でその顛末なんかは今度のレポに来て、うん、ああ、僕ね、そうそう、うん、そうですよ、僕もだから一執筆者として参加してるわけで、うんうん、で僕ね、割とこう難しくって、これまで、うん、そのね80ページの枠の中でいろんな人に参加してほしいわけで、そうするとこういっぱい書くことがあると、うんうんうん、まあいっぱいページも、うん、与えたいじゃないですか、うん、でいろいろやってるうちに結局余ったものを俺がもらうという、うん、ね、そうやってギッチギチの、ね、君の文字がちっちゃい時ありましたよね、はいはい、もう先に書いちゃってて、あ、はいはい、でページがなくて、ページがなくても、うん、もう字をちっちゃくしたとかして、ね、そういうのになってたんで、はい、なんか一つもう、
連載みたいなことでこうなんか自分でもレポろうかなと思ってたところが、はい、それもあのまあ下関マグロさんと話してる間に、はい、まあそういう、いわゆる普通のレポものみたいのは、うん、まあまあよその媒体でも書けることなので、うん、レポでしか読めないものをやった方がいいよみたいなことで、うんね、うん、あのでまあレポのことを書いていこうかなと。そうですね、ええ、いや僕はレポのことだけじゃなくてほら君がその、本業がとかって言って叱り飛ばされましたね。いやいやだから本業って別にそのまあその君が言いたいのは、うん、普通のライターで他の雑誌かなんかに書くのが本業だっていう風な感じなのかもしれないけども、ね、はい、うん、だからレポだって本業なんだからと。この人はね、人のことになるということで、ところが昔から、うんうん、はいはいはい、レポも本業なんだし、そういうなんか内情みたいなことをね、うん、もっとこう みんなにこうなんですよって言ってレポるっていうのが、うん、やっぱ君の役割じゃないかなと。はい、なんか連載も減ってきましたとか、うん、レポもちょっと売り上げがで、まあ、執筆陣の人に原稿料のこう、うん、なんか引き下げをお願いしましたっていうね、うん、そんなことがやっぱ面白いんじゃないかなという、はいはい、それでまあそういうのをやろうかなと思って、うん、これは面白くなりそうですね。タイトルをもう決めたんですよね。はい、タイトルはレポあのトロマガに出てましたね。あ、出てましたか。はい、今ちょっと思い出せなくてちょっとなんか俺もちょっと忘れちゃったけどなんかそういうようなことの あ,、はい、あれですよね、あのそうですそうです、心情トロのような、まあまあね、そんな、まあね、うまいこと言いましたそういう原稿になる予定で、これ何ページぐらい、はい、それはまあ4ページぐらい欲しいなと思ってるんですけど ね, あね、あまあまあそれも兼ね合いでね、兼ね合いでね、いろいろ、はい、で先ほどちょっとお話出てましたけど、はい、2人の新しい執筆人という、はいはい、この辺りはどういうふうな、あその人たちはね、うんうん、1人はその、うん、中島東子さんがカルチャーで行った時に、うん、優勝したんですよね、そのライターズオーディションみたいなのがあって、優勝した優勝したのが中島さんですね、優勝者中島東子ですね、はいはいはい、で、うん、猪木戸賞っていうのを取ったのかな、はい、島袋くんっていう、はい、もうライターやってるっていうね、ライターをやってる、うん、男なんで、若い男の子、そうですね、はい、でそいつが粘り強く取材を続け、うん、何度もメールをもらってやっぱりどうしても書きたい、書かせてくれってことで、ホームレスのね、ホームレスの、まあ、取材をして、それで取材がほぼ、まあ、終わったというか目処がついたということで、うんうんうん、来て話してるうちに、うん、まあいいかってことになって、いっこってのはどういう、書いてもらおうってことになって、はあはあはあ、中島東子の、うん、を差し置いて、優勝したの中島東子ですよね、優勝者の中島東子を差し置いて、はい、本誌デビューですよ、いいんですかそれは、あ厳しい厳しいの厳しい中ライター業界の現実ですね、はい、あなるほど、ね、それで中島東子さんはチビレポ、はい、中島はチビレポのエースライターとして、エースライター、はい、まあ、1人ですけどね、はい、そういう中島時代を今突っ走ってるわけです、なるほど、でそのまあ新しいそのまあだからあれですよ、うん、高校野球で活躍して期待されて入団した選手と、はい、まあ実業団リーグですでにこう、うん、実績のある投手と、うん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 、みたいなもんかな、なるほど、ね、まあ、うん、やっぱこうやっぱ冒頭で榎木戸さんがおっしゃってた1位2位3位というあの辺のクライマックスシリーズに、なんか最初のあの話に来るわけですか、まだまだ、ね、うん、中島さんもずっとチベレポってわけじゃないですよね、それはちょっと、ね、うん、でもう一人は、はい、もう一人は、もう一人は横浜に住んでるやっぱ男で、うん、もうちょっと年長なんだけど、うんうん、その人がやっぱプロで、もう本なんかも書いてる、あそうですか、男なんですけど、前に一回会ったことあって、うん、ブードゥー教ってあるじゃん、ブードゥー教のブードゥー大全だったかな、それもすごいマニアックな本とか、うん、横浜の、娼婦たちのことをいろいろ調べたりして、うんうん、面白い人ですねそれね、うん、すごく力のある書き手 で、うんうん、で彼がやりたいって遠いのにね、やけに熱心に何度もやっぱメールくれて、うんうんうん、まあ、別に遠いったってそんなね最近は別に原稿用紙持ってくるわけじゃないですから、そうね、はい、まあでもここまで来て、ああまあ打ち合わせにはね、はい、来て、そうそうそう、うん、本当にいいのみたいな感じで、うん、やりたいんだったらやるかみたいな感じ
じで、まあ、取材入ってもらってるんですけど、それはどういう取材、まあ、ね、言える範囲で多分、うん、まあ、いくつか企画があるんですけども、はい、一発目やろうとしてるのは、あれ利根川かな、うん、どっかのそのどこかに、うん、すごい牛の大群がいる。へー、面白いですね。牛の大群が 川の水飲んでて、はぐれ牛じゃないんだよ。利根川にの、うん、はあ、流域にいるわけですね、うん、それを はい、やつは、まあ、噂を聞いてね、はい、で見に行ったんだって。確かにいたんだ。すっごい変な、ここに変な光景なんだって。ほう、だけどその前行った時は、ちょっと距離があって、うんうんうん、船からしか見えないよね、船で、うんうんうん、なので、まあ、見えたけども、もう本当にこう景色としてしか見えなくて、うんうんうん、牛がこう何をやってるかとかまではよくわからない、うん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 、そこでカヌーだったかな、なんかとにかくそれすごい、牛への接近を試みる、試みたどこまで牛に近づけるんだっていうのを、俺もそれだけ聞いただけでちょっと面白そうな原稿ですね。あんまり寒くなるとかわいそうなんで、うんうん、まあ、次はいいかな。あ、なるほど、もう取り掛かってると思うんですけどね。カヌーじゃなくて何だっけ、あれ、カヤックだ、カヤック、なんかこんなやつかな、はい、こんなやつかわかんないけど、そのずっとこう下っていくっていうのは下らなくていいんじゃないか、うん、下らない、鳥でか我孫子ぐらいから行く、あ、牛はまだか、あの辺にじゃあ牛がいるんですね。多分ね、そんなすんなり行かないと思うんですよ、はい、そんなね、決まりきった時間に約束してるわけじゃないから、牛を待ったり、はい、確かにね、そういうこうことがあると思うんで、そこら辺が楽しみなの。いつもそこにいるわけじゃないですもんね、牛もね。そのなんか水を飲みに来たりとか、その界隈に、うん、のどっかが飼ってる、その雨がしのげるちゃんと屋根のある牛舎みたいなのがあって、そこに普段はいるんでしょうね。そうそうそう、うん、で放牧されてボスがいて、うん、でもそれだったら普通になんかそういうところを調べて回ればいいんだけど、うん、川を下っていくっていうのはまあ素敵ですよね。そうそうそう、あ、はいはい、そうそうそう、そこですよ、ポイントは。わ、はい、かりました、ね、まあそんなようなのが6号の、なるほど、ええ、それで終わってしまう連載はん、もう次からはないよという。終わってしまう連載は、うん、マグロさんの行列の行列のノートがね、最終回を迎えたんで、まあ、残念でしたね、ええ、あれもね、いや残念でしたね、うん、なかなか面白い、またなんかやる気でいるじゃん、はいはいはい、もうしばらく会えないんだったら、まあちょっとまたぜひ書いてくださいよって僕も言いたいんですけど、はい、書く気満々ですから、満々です、ええ、はい、もうその自分の空いた2ページの席のことを俺が考える前にもうやるからって言ってたじゃないですか。いや、そうですよね、うん、でもその、まあ、ちょっと小耳にこの前挟みましたけども、はい、なんかその2ページ連載が多く割とたくさんあって、1ページ連載が今なんか、ね、あ、そうなんですよ。ということはサンフランシスコ写真帳っていうのは1ページ連載が終わりました、終わりましたね、うん、だからこう1ページのコラムってなんていうかな、まあ、雑誌全体を見た時にはこんなスパイスっていうか、うんうんうん、じゃあやっぱりあれだよね、2ページやってる人1人をこうやめ連載をやめてもらったら、そこに1ページの人が2人入れるってことですからね。いやいや、当たり前じゃないですか。まあね、当たり前じゃないですか、うん、数が多きゃいいってもんじゃないじゃないですか。まあそりゃそうですけども、そりゃそうですけども、あ、はい、まあまあ編集サイドから見ると、うん、やっぱこうドーンドーンみたいなこう単調にはなりたくないので、はいはいはい、ドーンドーンキュッみたいなさ、うん、ね、うんうん、このキュッ、うん、バスト、ウエスト、うん、ヒップみたいな感じのキュッとこう、うん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 、ね、はい、こういうこうちょっとこう、はい、辛口だったり、うんうんうん、でなんか他とは全然違う異質なものが混じってたりすると、うんうん、あのまあ雑誌全体としてバランスがいいっていうか、うん、ような気がするので、そういうのはあの、あ、割とだからそういうのは求められてると思いますよ、皆さん。あ、じゃあその今からでも1ページ狙いっていうのは1ページの、そうですよ、僕もそう入り込みやすいしね、はいはい、そうでしょ、1ページしかないんですから、はいはい、っていうことはだから1ページ企画を、うまいことこうプレゼンしていくと うまく通るかもしれないというかもしれないですね、1ページ、うん、1ページ企画ってなかなか難しいけどね。いやでも僕1ページ企画って一番なんかやりやすそうな、やります、あ、うん、いやいや2ページがいいって言ってたじゃん。いやいや僕はその自分で想定してるのはちょうど2ページだったんで、ええええ、そうだそうだ、新たにだから自分がもしやるんだってもう考え直してちょっとなんか1ページ連載いいよねっていう、結構あと対抗ページにもよるよね、対抗に何が来るのかとか、まあ見開きでこうあれだったらこう、うんうん、そういうの場所にもよりますよね。
で場所は毎回変わるんですから。場所は毎回変わるの。変わるでしょうさ、うん、1ページで。でレポで今一番なんか手薄なっていうか、この辺のなんかネタないよねっていう、この辺ちょっともし売り込んでくれたら、これは即行きたいんだけどっていうのありますか。あります。はこれは何でしょう。皆さんお気づきの人もいるかもしれませんけれども、レポっていうのは総会以来一回もインタビューをしてません、はい、まあ榎戸さんのコラムは基本あ、まあね、あインタビューをもとにやってるけど、榎戸、はいはい、さんでも知り合いとかですもんね。まあ私、はい、まあ榎戸の人ですから、榎戸ラインで榎戸コラムになってるわけで、はい、そうじゃなくていわゆるインタビュー記事っていうのは一回もやってないんですよ、はい、やってないですね。やらずに来ました。これは、ね、それはあえてですか。あえてやらずに来ました1年目。それ僕この前ちょっと言った、僕も僕その、レポライターズを取材したいなみたいな、これどうなんですか。それはありなし。それなしです、ね、あなしだ、ね、その場ですぐ僕却下したと思います。はい、はい、ちょっとじゃあそれは忘れてもらって、どういうじゃあ人物インタビューが。これはですね、はい、いや人物インタビューっていうのは、うん、なんていうのかな、まあどこの雑誌でもやってるなと思って僕やんなかったけど、どこの雑誌でもやってるし、最近はウェブでもね、そうそうそう、インタビューって普通にやってるわけだから、はいはい、そういうこうどこの雑誌にも いるような、うん、まあ相手で決まるじゃん、やっぱりなんだかんだ言ったってさ、まあ、インタビュー員の、うん、もちろん力量はあるんですけれども、うんうんうん、やっぱりまあ誰が喋るのかっていうのが大きいじゃないですか、はいはいはい、大きいですね、大きいじゃないですか、はい、そうするとこういわゆるメジャーな有名な人が語るみたいな、うん、まあまあまあそれはもうどこの雑誌でもそこはやる、はい、やるところなんですけど、はい、やりそうでやられてないとか、あと、はい、すごい専門誌だったらやるんだけど、うん、一般の雑誌ではあんまり出てこない、タイプの人とか、うんうん、ね、知る人の中ではすごい有名なんだけど他的にはあんまり、はあ、例えば顔も知られてない。例えば吉岡さんみたいな人ですか。違います。あ、そうじゃないですね吉岡さんじゃないんだ。レポ TV も出てました。あ、そうか、吉岡さんじゃないんだ。1回目に出てました。じゃあそこのあの八百屋さんあるじゃないですか、あの八百屋さんの若いお兄ちゃんとか。いや俺なんかね、うん、はい、声優とかね。声優さん、声優さん声優さんでも結構インタビューされてるんじゃないですか。出ない人もいるんじゃないですか。出ない人もいる、わかんない、うん、俺わかんないですけど、声優さん、はい、例えばですよ。例えばね、はい、そんなようなこう他には、うん、それじゃあその僕はじゃあこういう人にインタビューできるよっていうことで売り込んでもいいんですか。もちろんです。一番欲しいのはですね、うんうん、もう言いますね今日ね、はいはい、今、はい、もうパッと思いつく中で一番欲しいのは、うんうんうん、超人気同人誌の、ほう、超人気同人誌ね、ああ、はい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 、はい、はい、同人誌の、はい、まあ、漫画っていうかそういうやつの、うんうん、コミケとかでそういうすごい売れてるやつですね。すごい、すごい売れてるやつね、はい、そういうの作家ですね。はあ、作家さんを俺だったら、ね、私だったら、うん、すっごいディープなインタビュー、つまり僕なんか絶対できないですよ、うん、できないですね、普通できないし、うん、まあ、知らないし連絡先も知らないし、いや連絡先はともかく、ね、はい、予備知識もないし失礼なインタビュアーになっちゃうわけですけど、はい、そうじゃなくて、はい、その世界も自分も好きで詳しくてね、うん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 、ちゃんと相手とちゃんとキャッチボールのできる会話のキャッチボールできるレベルじゃないと、まず相手が嫌がっちゃうんで、うん、ってのあるでしょ、うんうんうん、そういう中で、自分できるって人があったら売り込みに来てほしいですね。なるほど、うん、じゃあそういう特殊なこうジャンルで自分はたくさんそういう人を知ってて、インタビューもできるし原稿も書けるよっていう人はちょっとこう問い合わせをして、ね、まあ、声優に限らず、声優じゃなかった、コミケのそういうやっぱどっかでちょっと、まあ、本とかね、うん、活字とかなんかそういうのに引っかかるのがいいかなとは思うんですけど。あ、なるほど、うん、そういう声優さんよりはそれは断然同人誌の作家さんですね、うん、の方がレポには合うかなと。なるほど、そんなことをまあ考えたりしてます。あとなんか本の流通会社に僕は勤めてるけどその裏側をとか、いや、それはなんかいらない、ね、別にそれは本の雑誌とかそういうのありますからね、はいはい、まあ、じゃあ何でしょう、あ、カリスマのなんか パチプロかなんか知ってますよとか。いやいや、それはパチプロ雑誌とかいろいろありますね。そうか、既存のものでこうあるものじゃないやつがなんかやってほしい、ね、あんまりなこうないよなっていうような、はい、まあ、そのがそりゃやっぱりありました。じゃあそういうところの、インタビュー自分もちょっともう一回考えながら、ものすごい今長くなってきてますよ。もう11時半ですから。よくないわけですね。11時40分、はいはい、あ、もう帰る人も、はい、店番の人が、ね、じゃあ
じゃあまあそんなことで、はい、あもう閉めた方がいいってことですね。各種告知、それからレポの、もう告知する人はいないですね。大丈夫ですね。一応江戸城さん、はい、江戸城さんの、そうだそうだ、迫ってきてますね。じゃあ僕もちょっと告知じゃあ最後の最後になりましたが、告知します。あさって20日木曜日、はい、夕方5時50分から江戸城さんが文化放送に出演されます。セットアップという番組、それから江戸城情報もう一つ、来週末30日日曜日の15時30分から月島のあいおいの里で東京野球ブックフェアというものがあります。イベントがあって、そこで江戸城一郎さんと長澤貴弘さんのトークセッションがあります。長澤貴弘さんは、ヤクルト選手としてですね、まあ、絵描きなんですけれども、ヤクルト選手として1年間シーズンを戦い抜いて今優勝を逃したのかな、よく分かんないですけど、まあそういうすごい面白いやつなんですけど、同伴画家の方です。そうですね、同伴画家の方ですね、のトークセッションがあります。詳しくは東京野球ブックフェアで検索していただければ分かると思います。それと僕先言っちゃっていい？どうぞ。今週末、土日ですね、22、23、それから来週末29、30、2週連続で週末高遠に行って、おーで、古本アパートメントという、まあ、旧本の家でやってる、まあ、古本を売ってるんですけれども、そこの店番をしてます。で、今週来週で一応あの高遠のその、高遠週末本の街という2ヶ月間にわたって、行ってきたもののラストになりますので、まあその、最後を飾るという意味で。さまざまなイベントも用意されておりますので、また来週詳しくやりますけども、今週末は普通に店番やってますので、高遠に遊びに来る方はぜひ声をかけてください。なるほど。以上、北尾からでした。はい、はい、あ僕はこれあんまり中は見せられないかもしれないですけどこんなミニスカクラブ、これ隔月で出てたのが月刊化ということで、私ちょうどこれ連載しておりました。お月刊化ですか、はい、何を今時珍しい、まあまあのいろんな、もうちょっとこうグーッと、あんまり、あんまり、はい、あんまりちょっと、はい、あのあれなんですけど、はい、まあこういうちょっとエロいやつも私やっております。いやいや、どんなことを。いやいや、僕あの取材ものですよ。僕はここをこういうね、こういうなんか取材、あの下関マグロの、うん、フェティッシュワールド、そうです、こういうそういういろんなあの、うん、フェチを売り物にしてるお店とかを取材しに行ったり。なるほど、まあ、これまでは隔月だった。そうなんですよ、こう月刊化すごい躍進ですね。躍進なんですよ。今時珍しいでしょ。これは版元はワニマガジン社。ワニマガジン社ですね。ワニマガジン社、うん、昔あのアクションカメラとか出してて、今はもうね、写真集とかもね、はい、いろいろと。なるほど、そういう仕事をしておりました。はいはい、はい、あそういう告知なんですか。ダメなの。いやいやいや、いいです、いいです。まあダメだったらバッサリ切ってください。ここは、はい、大丈夫です。ニスカクラブ でマグロさんの原稿、はい、こういうのってさ、はい、お前もちょっと話してまたもう長くなるんでやめますけども、うん、はいはい、ね、それぞれの個別のライターレポでちょっとほうと思った人が、うんうん、どこで何を、そうなんですよ、あの、はい、その人 さんが、ね、どこで何を連載してるのかとか、やっぱライターだからそれぞれ別のフィールドでやってるわけですけど、ほらだから今日の中島さんに聞けてよかった。あれ好物っていうのがあって、あそこに書いてらっしゃるっていうのが、そういう情報がなんかね今ないのよ。だどっかこう、うん、ウェブなりレポ本誌でもチビレポでもいいから、うん、誰それはこういうのに書きましたよとか連載してますよっていうのをちょっとねやってほしいなっていう。いや それやりましょうよね、そうだね、なんかウェブでもいいんでね、はい、それを確かにさ、うん、僕らでもこれ、まあ、近しい関係ですけど、うん、分かんないもんね。分かんない、そうそうそう、そうなの。いちいち聞かないし、ね、聞かないしね、うんうんうん、そう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 、ね、どうこんなとこ書いてるんだっていうのをたまたま見かけたりとかするぐらいですからね。それ事前に知ってると本屋さんでちょっとね、うん、立ち読みできたりとかしますから。そうですね、はい、分かりました。じゃあ終わりましょうか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、また来週もよろしく。長かったね今日は。